はいはい、はい、お疲れさん、お疲れさん。なんかもう風呂上がりのようなこの疲れがありますけど、また放課後がやってきましたよ放課後がやってきましたよ。はい、改めましてね、麻酔が通行の終わりの回でございますけども、はい、マスクの東大阪ですそして通過でございますよろしく。お、なんか 頭っぽいじゃないですか。え、何がオープニングっぽいですよどうしたんですか今の。いや、なんか言うてみようかなと思って。今まで全然言ってなかったのにちょっとなんか、うん、10回終わって11回目、はい、はいはい、ちょっとな、お、ちょっと仕切り直して第2章みたいな。あー、なんかね、確かに空気感がなんか今日はね、確かにちょっと違う違う違う、嘘、何が違うか、うん、まあ、あの、いろいろまあ見た感じあるけど、まずその違ったこと言う前に、まずは僕はまず守られてる話だけしましょうか。そうやん、まあね、まずはね、あの、東大阪ブランド推進機構さんからいただいてはいはい、松田志向業さん、うん、このパーテーションね、はい、もう大活躍ですよ。もうこれのおかげで僕は麻酔が菌から守られてるってことですか、ね、守っていくれる。こっち行ったのか意味ない。これね、オゾン発生器、これ ね、いいですよ。オゾンマンのね、田村鉄工製の NK 工房さんのね、うんうんうん、いただいたと、なんと、うん、あら、え、オゾンマン T シャツいただいたんですよ。オゾンマンにもらったんですよ。なんか字が立体になってる。違うね、これほんまは白黒やねんけど、うん、なんか NK 工房さんのスタッフの人が、うん、僕にくれるためにレインボーで紙で貼ってくれて、これね、気持ち気持ち気持ちですよ。いいでしょ、これあろうたらどうしたらいいかなえ、あの時は取れたりするんですか、これ。じゃあ取れると思うけど、またつけとかなあかんのかなどうしたら、だから歩けないね。あー、なるほど、オゾンマン T シャツ。あー、なるほどなるほどなるほど。どうですかこれ。いや、いい、これいいやろ、いい。これ白と黒があんねんって、うん、はいはいはい。やっぱ多分腹黒いから黒やねん。腹黒い今自分で言ってるから間違いない。白はくれへんかった、うん、黒くれた、うん、はいはいはい、いただいて。あ、まあ、黒似合いますもん、うん、黒いただきました、これ。あ、いいな、いいいいいいでしょ、これいいし、あの、そのカラフルなやつ、うんうん、実際ほんまにこれで出したらいいんちゃいます。うまや、うん、これなんかね、この間イベントで、うん、子供のイベントがなんかに出展しはってん、はい、で、なんかね、布に、うん、ちゃんと塗れる色鉛筆かなんかマジックかなんかがあって、はいはい、これを塗り絵にしはってる、子供らの T シャツ、白とか黒の T シャツにそれで色塗って自分でこうオゾマンに色つけるみたいな、うんうんうん、賢らってんの、賢ら、塗り絵できるんですよ。そんなの塗ったらいいじゃないですか。もうこれ塗ったらいい、この紙じゃなくて黒に真っ黒にこれでもうできた。もう謝って謝ってオゾマンたちに謝ってください。またください。そうそうね、まあまあまあね、あの、大活躍ですからね。いや、本当ね、このオゾン、この間ね、布施プロレスの時もあの業務用のオゾン発生器、そうですね、これと、うん、もう一個家庭用のね、うん、20畳ぐらいのやつとあるんで、うんうんうん、必要な方は、うん、マスクの東大阪って言ってもらったら、うん、何割引きなんやろ、3割引きぐらいなんのかな、あれ、ね、結構でしたもんね。3万8500円が2万8000円やろ、うん、6万500円が4万4000円、うん、で30万ぐらいのやつが22万ぐらいになるっていう、うん、おー、マスクさんに言うだけでそんな気がするの、うん、俺にはでも NK 工房電話して一回とかマスクと東大阪って言ったらその値段になるみたいな。マスクのマスクさんに一応言ってください。お願いします。全然いいねんけど、これ、うんうんうん、アンバサダーとしてはアンバサダーやからね、十分な仕事をね、うん、ちょっとしようと思って、うん、いや、もうぜひぜひね、おぞんばよろしくお願いします。さあ、いやいやいや、改めてですよ、うん、もういろんなところの見栄えが違うんですけど、通行のねこれ一緒、売れてる CD ね、まあ、売れてるけど、いや、俺も出とったね。何を折り込んでてごめんごめん。あ、いいですけどね、うん、あ、でもね、ちなみにそれ言うなら僕これね、うん、これは完全自主制作なんですよ。あ、でも僕の1枚目はほんまにあの事務所入ってた時にやったやつで、あの辻彩乃さんの横に辻彩乃さん並んでたんですよ、通行やから。あ、そうか、そうなんですよ、そうなんですよ。でそれツンクの横じゃない、ツンクの横じゃなかったんです、うん、ツンクでアルバム出しましたっけ、ツンクで、どこやろう、シャランキューじゃなくてツンクで、フセン行ったら分かるわ、フセン見てからあの弟さんが弟、うん、昨日、弟にも飲んでた弟ちゃいますやん。何これじゃないの、どれどれこれ、おお、これ何、これこれ、これな、ポケモンポケモン、これよう、ユーザーこんなに好きなやつのはずやのに、よう、今さ、これ何ですの、これハロー、ハロー、こんにちは、ハロー、ハロー、もしもし、これね、2001って書いてるから、うん、もう20年前やわ、これ。あ、すごい、20年前に僕買って、うんうん、もう電池切れてるから、うん、動けへんねんけど、
なんかそういうの多いないですか。そうやってもう入れましょうよ。これね、子供のねおもちゃ箱にね、うん、10年ぐらいあって、10年もないか、足出たり、うん、手出たりね、うん、で電池入れたらしゃべんねん。入れましょうって。で耳パチパチやってやるねん。やりましょうって。デジモンたやん。なんでやねん。なんでやねん。えガンダム好きなんでしょ。好き。入れましょうよ。最初の頃はやっててんけど、もういいかな思って。いやいや。えこれマスヒがマスヒが。マスヒガを知らんと思う。通電の時まだないからこれ通電してた時まだないからこれ。うん、そうすか。多分15年ぐらい通電してないから動けへんかも。マジか。ちょっとやって、もし動くんやったら次回。いやほんまっすね。やるわ。これが動くのか動かないのか、それは次回のお楽しみにということでございますね。でもガンダムって言ったらさ、うん、ガンダムね、つーこあれ行ったことある。あのスイーターにね、ほら、うん、万博公園あるやんか。あのありますあります、太陽の塔の、はいはい、あそこに、うん、ガンダムカフェみたいなのあるやん。ありますあります。何やったっけガンダム。あれでしょ、表にガンダムとザクが。そうそう、シャーザクおるやん。はいはいはい。行ったことあるあれ。ありますと。もうガンダム好きやったら当たり前で場所ですよ。ついこの間行った。嬉しそう。ついこの間行った。どうでしたか。実は何で行ったかっていうと、はいはい、あの普通プロレス一緒にやってるね、うん、アーチさんの足立さんとこが雑貨屋さんやってて、うん、雑貨屋さんが出店してるから、うん、まあ、ちょっと遊びに行こうかなと、うん、子供ら連れてね、はい、お姉さんと、はい、で行こうって決めて、うん、次の日ぐらいに、うん、実はあのガンダムのあのお店が1月の10日ぐらいで閉店になる、うん、なんだろう、真相回転。閉店って言ったら閉店じゃない。閉店からから。閉店からから。え、ほんまに？閉まるんすか？しかもあれだけじゃねえ。全国でガンダムカフェ4つぐらい閉まんねん。え？一緒に。え？そのうちの1個に入ってんねん。マジっすか？マジでマジで。ニュース、ヤフーニュースで出てん。なんでや？あんなにガンダム人気あるのに。通行が1個あるじゃん。ちょっと待って。行ったの昔、結構前。昔か。ほんであったから行こう思って行ってきていい。それは行かなあかんし。初めて行って。はいはい、ほんでさ、俺ちょっとな、はいろ、はいろ買ってきて、いろいろっていうかさ、はいはい、ちょっとほらこれガンダムなかった。お前ら大人がいい。ああ、お前ガンダム好きや。いや、せっかく行っても、多分もう行けへんと思うわ。そう。閉店まで。1月まで。行けへんと思うわ。うん、と思って、なんか買おう思って。もうそろそろ、ね。ほら、これな。ほら、これちょっと1個開けてみて。これな。醤油皿、醤油皿、要は小皿、醤油皿、小皿。え？これほらガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。うわあ！でそれシャーザクやねん。うわあ！そうだよ。ほんでほら見てこれ、醤油入れたら絵が出てくるんでしょうから。あ、わかる？わかる。あの僕ね、正直これミッキー持ってます。あ、マジで？これのミッキー、醤油入れたらミッキーが。これでいいね。すごい。これ。え？つうこう。どっちがいい？お土産1個あげる。ほんまに言ってます？うん、ほんまに言ってます。僕これからも増井賀さんのためにすべてを尽くす。よし、じゃあ願望込めてや。願望。どっちがいい？ガンダムとシャーザク。どっちの目にどっちか持って帰るや。ほんまですか？ほんまにほんまに。やったありがとう。そのために11月頭に行こうたのに今日まで俺は開けんと置いてて。43年で一番感動するけど。今度やっぱやめとこう。いやそうそう。シャーザクがいい。なんだシャー、なんだ俺ガンダム使う。やったー。今日からもうこれや。でも通行あれ飯食われへんからな、醤油入れられへんな。いやただね、醤油は飲めますから。あ、いけんねん。もう食べへんけど。清掃行きたないからね。あのだから毎日飲む、ここに薬をここにこう置いて、はい、錠剤を置いて、ね、錠剤置いて、錠剤入れにして、これ錠剤入れにして、ね、でも今マスクさんが言うと全部受け入れるから、ね、受け入れる。もう全部もう、そうします。これに薬入れますから。せやねん。もうすごい。なんか買おうと思っていろんなあってんけどさ、はいはい、何がええかなと思って。ありがとうございます。買ってきて番組あってよかったです。本当に本当に本当に嬉しい。明日から使おう。ねえ、おむつ買おう。薬置きにしますから。何入れようかな。灰皿にしようかな。薬を僕ね、月見団子みたいにしますわ。月見団子。あ、ほんなん、十五夜以外飲んだらあかん。俺死ぬ。もう1ヶ月2回しか飲まない。ガンダムとザクやったらどっちが好きなんですか。いや、俺どっちでもいいね。どっちでもいい。あのそれはいい意味でどっちも好きやから、はいはいはい、もうどっちがいいって言われても俺どっちもありやん。え、じゃあまあ強いて言うなら、もしね、増井賀さんがそのガンダムの世界に入って、うんうん、連邦軍かジオン軍に入らない、うん、所属せなか、うんうん、どっち行きますか。うわ難しい。でも連邦かな。それ強いからでしょ。ガンダムが強いからちゃいますか。いやね、08正体が好きやから、08正体に入りたいね。白天田の下で働きたい。ああ、そうか。そうか。08正体やったら、うん、基本ほら、
16回から地球に降れるやん、うん、16回とかですね。じゃあ重力化。ああ重力化。重力化やから。でもしかしたらゼロ発射台入っとったら、うん、アイナサハリンに会えるかもわからない。やっぱ結局そこに行くわけですね。アイナサハリンが大好き。アイナサハリンに行くと、だってそれはもう全然ジオンがでもほらノリスの結末的にはジオン離れたやん。まあ最終的にこう幸せを勝ち取る場所に降りたいなと思って。ビームサーベルで温泉作って。温泉作って。ああ。どうしようなってな。あそうか。それで女のための連邦みたいな。ホモサピエンスやからな、俺。じゃあ、もう、まあまあ、じゃあもう男、女関係なく、うんうん、もうほんまに軍として、もう組織として。あ、よそのやっぱ連邦やわ。あ、連邦。戦いの筋が通ってるもんな。じゃあ、ジオンのね、言うてることもわかんねえ、うんうん。うん。やっぱあの独立戦争で、あ、スペースノイドが虐げられててさ、うんで、地球の環境破壊がどうとか言うてるやん。言うてます。言うてることはわかんないけど、方法が間違ってねえな。やっぱりな、コロニー落としたりさ、うん、まあまあそうですね、毒ガス撒いたりさ、うんうん、あれは良くないわな。ただな、やっぱりな、有料したるあれでほら粛清、あのギレンが言うたあれもな、分からんでもないね、うん、分からんでもないけど、ただ結局第三者的に見たらほら大量殺戮になるわけか。そうですね、うん、やっぱあれはな、やったかもな。でジオンが、まあ、あのザビ家じゃなくて、うん、ダイ君やったら、ジオン大君の大君やったら、まあ、どうなってたか分からんけど、うん、大君が唱えてたな、うん、あれは俺いいと思うね、うん、いいと思ってるんですよ。実はな、実は前回の放送から、はい、先々週ぐらいにアマゾンプライムで先行のハサウェイ見てん、うん、あ見ましたか。しかもその後にユニコーンも全部見てんや、22話、うん、テレビ版か。そうそう、あの分けたやつ、内容一緒なんや、あれ見てたら。まあ一緒です一緒です、うん、あれも22話見て、はい、でその後ナラティブも見てん、はい、ユニコーンのあのおまけ版、はいはいはい、全部見てきた俺。どうでした。面白かった。ああ、うん、あのハサウェイに関してはほらまだあれ3部作かなんかやろ。そうだからまだ分かれへん、物語的にはこうなんかあの、ね、パンフレットみたいな感じで、うんうん、まだ触りってどうってことはないかなと思うんだけど、うん、ユニコーン面白かった。面白かった。ユニコーンすごいでしょ。面白かった。あの驚愕じゃなかったですか最後。あのでその後続けてもナラティブ見てん、はい、ナラティブ見た時に結構ナラティブの評価低かってんや、うんうん、あのレビュー見たら、はい、でも俺はナラティブおもろかってんや。へー、それどの辺が、あーなんやろうな、うーん、あでもなんか大人になってからファーストガンダム見た時に似てた、うん、ナラティブ、まあ言うたら子供の時ってロボット同士の戦い、はい、ガチャンガチャンやってるのを見てたけど、大人の時にその精神世界的な、うんうん、そのまあせやな、悩むな。俺がちょっとすっきりし始めたのはやっぱニュータイプっていうのが見えてきたかなと思って、うんうん、ニュータイプの定義が見えてきたかなと、うん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 、そこがちょっと大きかったかな。そのナラティブが良かったという面っていうか、うん、ユニコーンからナラティブ、はい、だから俺の中ではユニコーンとナラティブじゃなくて、うん、ナラティブが23話みたいな感じやねんな。あーなるほど、うんうんうん、なんでじゃあれ絵描いたんですかね。あキャラデザインな、あれがね俺ちょっとショックで、俺あんまり違和感なく見たけどな。ほんまですか、うん、続けて見たけど、僕あのキャラクターデザインが変わったからもう数年空いて、うん、ついこの間見たんですよ。そうなんや。どうしようかなと思って。あ俺あんまり抵抗、キャラクター的には抵抗なかったけど、ただあのほらナラティブに出てくる最後のあの金色のユニコーンあるやん、はい、やりすぎやな。ちょっとねナラティブでなんかね、そのちょっとこ うアニメ感が出たというか、改めてさアニメーションで初めてネオジオング見てんやん、うん、今までそのプラモとかあ、はいはいはい、見てんだけど、あかんな、あれすごいでしょ。あれはちょっとやりすぎやな。俺でっかいヤクト動画かなと思って。あれすごいし、シナンジュがバッ入ってるでしょ。中入って、シナンジュこんなちっちゃなんねやと思って。手がだって後ろで4本あるんでしたっけ、うんうんうん、出て、うん、ほんで何あのなんかあの後ろのあれスラスターの燃料なんかな、あれついてんの、うん、ユニコーンにも最後ついたけど、はい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 、俺はあれはドムトローベにしか見えへんかったけどな。あ、ユニコーンでも、うん、かっこいいな。おーはーはーはー。前からな、俺ユニコーン見てない時も、うんうん、あのほら一角一本機の時のガンダムユニコーンがかっこいいなと思ってても、はいはい、あれ関係なく、うんうんうん、全然物語なく、うんうん、でパカンって開いてから、あ
このシルエットやったらパカンって開かん方が角一本の方がかっこいいなってずっと思ってて、うん、もうそれはでもあんま変わらんかな。でもやっぱ赤より緑かっこいいな。あ、かっこいいですね。緑かっこいい、かっこいいですね。でもこれかっこよさもやけど、そのニュータイプやとそのなんですか、その法律的なものにこう介入できるみたいな、うん、あの文を消されたって消された条文な、あれがパンドラ、パンドラやったな、あの一文が。そうなんですよ、あれを聞いた時に、うん、うわーって、俺何がパンドラなんかなってずっと思ってて、でも結局俺ユニコーンがパンドラなんかなと思っててんや、うんうんうん、もう要はあれ持った終わりやみたいな、はい、あの黒いの出てきたやんか、持ったユニコーン出てきたの、あれ違うなと思って、はいはい、なんなんやろうなと、またなんかエヴァンゲリオンみたいな終わり方で濁されんのかなと思ってきな、うん、まあまあでもはっきりはっきり出たでしょ、出たもんな、あの条文がな、うん、そうそう、あれであの全部が繋がったみたいな。たださ、あの後のこと考えて、あの条文が出た後パンドラが箱が開かれたってなって、はい、ニュータイプが政治というかその決定権の最高機関に入れるってなったやん、はい、入れるニュータイプっておんのかな今んとこさ、うん、ガンダムの歴史でいくと、俺がもしかしたら俺が見落としかもわからんけど、うん、パイロット能力としてのニュータイプしか描かれてないやん、はい、まあ、直感的なあの活躍結果みたいなのはあったけど、うん、基本的にパイロット能力としてやったから、結局ニュータイプでそういう要は政治力というかさ、策略家っていうのがおるんかな。え、まあ、なり損ないかもしれないけど、それこそシャアは分かんないですね。シャアはニュータイプではなかったやん結局最後、ね、うん、だからシャアがニュータイプやったら、だからあれが一番こうハイブリッドなんかも分からんな。え、ただね、シャアがでもあのサザビーでファンネルやってたのは、うん、あれはあれ、だからあれが通じても合わへんなってくるね、うん、ファンネル使えたらあかんやん。そうですね、だってギリギリニュータイプなのがシャリアブルやんか。あれギリギリなんですかね。あれギリギリニュータイプの片鱗があるっていう木星帰りやろ。あ、そうそう、ブラウブラのね、ブラウブラの、はいはいはい、あそこが多分ニュータイプの底辺なんやと思う。でもね、アムロがね、うん、貴様だってニュータイプだろうにってこう、まあ、言うてたな、言うてたでしょ。だからあの辺は曖昧なんですよ。でも結局さ、うん、ファーストガンダムの最後はモビルスーツ脱いでるか降りてやって、うん、生身 で、うん、そうですね、あれはニュータイプとニュータイプじゃないやつで、ニュータイプがないやつが勝つための手段やったのかなと思って。だからシャアは、だからセイラさんにも言われてたやん、うん、いくらニュータイプやかって訓練してなかったらさ、うんうん、生身で戦うのはって言ってたやん、うんうんうん、そういうことなのかなと思って。いや、これちょっと謎っすね。そうなると、僕は若干やっぱり言うてもニュータイプの中に入ってると思ってたんですよ、うん、シャア自身がニュータイプじゃないっていう限界を自分で自覚した時に、うんうん、俺もそれまで思ってて、はいはい、シャアもニュータイプやと思って、うん、でも違うねんなと思って、うん、だからあの、フルフロンタルか、あれは欠陥品やな、あ、思った。器言ってましたもんね、うん、欠陥品や、ね、結局俺ら一般社会でも能力高い高いって言われる人も2種類あって、うん、ほんまに高い人と高い風な人、うんうん、だからフルフロンタルはニュータイプ風なんやろうなと思って、うん、結局ほら感情で負けちゃうやん最後プチ切れて、うん、あれシャアのクローンかなんかシャアのあれが入れられたんですよ、ね、どうなの、僕はオルフルシオン なんかそんなやったはずなんですよ。あ、そうなんや、そうです、うん、だからあれを見れば見るほどさ、逆襲のシャアの最後であのメビウスじゃあのね、落ちて最高アクシズ、アクシズ、はい、どうなったんやろな、あれね、あれね、あれいろんなあれあるけど、結局片割れがまたビューって向こうに行ってたんですよ。そこにアムロ入れたんじゃないですか。どっちについてたのか。でもあのダッシュポットもバーン埋まってる。埋まってます。あれがどうなったんだ。でもね、結局そのユニコーンのケツでその思念かなんかで会話してたでしょ。あれは死んでるってことじゃないですか。いや、もうあれは死、そうやな、死んでるもんな。だってあの3人組のナラティブの女の子はな、うん、自体なかったやん。ああ、はいはい、はい、うん。で出てきたもみんな死んでからしか出てけへんやん。うん、ということはやっぱ死んでるのか、やっぱ死んでるんですかね。でもそれ死んだってやっぱ言ってないですもんね。せやねん、友野さん言わへんねんな、うん、言わへんですよね。もう一個な、この間古い記事なんか俺はこの間見てんけど、はい、モビルスーツとモビルアーマーの違い、あ、見た、これね、僕見ました、この間やってた、結局って話でしょ。結局作品ごとに曖昧なんや、うん、曖昧なんですよね、
おわすごい、そうなんやと思って。あれ、え、サイコガンダムがモビルアーマーでした。モビルアーマーやな、あれガンダムやな。で、え、クイーンマンさんはモビルスーツでした。モビルスーツ。そうそうそう。だから結局大きさじゃないんですよ。そうそうですよね。で、飛行形態でもないし、うんうん、だからって別にな、ブラウブロとかは一人で操縦できたりさ、うん、あ、最初のブラウブロは3人でやってたか。うーん、僕も最初人型か人型かないかみたいなぐらいで思ってたんですけど、うん、そうじゃないんやなっていうのは。そうだね、人型かどうかで言ったら、うん、ガンタンク微妙やな。え、ガンタンクはモビルスーツ、モビルスーツやねんけど、ね、そこが基準になったらちょっと微妙になってくるやん、うん、ガンタンクは。あ、人型じゃないからってことですか、うん、ずっと正座してるやんか。まあまあまあ、ええー、まあまあ一応でもなんかこう手があって顔があって。あ、まあまあそうか。ただもうなんかザクレロとかあんな見たらもう人型じゃないじゃん。でもめっちゃ肉食いそうやだね。だから人型じゃない。肉でしかも釜だけやから。釜だけ。そうそうそう。あれ、あ、でもあれが一つの答えなんやなと思った。決まってないっていうのは。あ、うん、だからそれ以上の答えを出そうとする必要ないねんなと思って。原作者がそうや言うてんねんから、そうですね、それが答えなんやな。雰囲気ってことなんだ。雰囲気ね、雰囲気難しいですけどね。そうだよな。だからもう言うたらガンダムの作品の中で、うん、モビルアーマーで書かれてるかどうかが基準、ね。あ、もう結局そうなんですね。そうなんですね。うん、まあ、しょうがないわな、それは。だってエルメスとかあの辺は全部モビルアーマー。モビルアーマーでしょ。エルメスはモビルアーマーで売ってたもんな。ややこしいのって何やって言ったら、やっぱクイーンマンさぐらいなんですよね、俺やったら。え、ジオングってどっちなんですかね。あれモビルスーツですか。あれモービルスーツで、ああ、やっぱ、ね、足がついてないだけだけですもんね、うん、やっぱ、まあ、そうですね、まあ、そうやな、うん、でこれそこまでネオジオングってどっちなんやろ。あれあれね、あれやったっけ、あれデンドロビウムのあれがあったでしょ。デンドロビウムはモビルスーツ、ね、モビルスーツやね、あれオプションやから、ね、そうそうそう。だから多分ネオジオングもそうなんじゃん。そうか、ネオジオングもシナンジュが入ってる、シナンジュのオプションかと思うんですけどね。そうか、どっちみちジオングもモビルスーツやと思うって考えたらそうかな。ってなったサイコガンダムが難しいよ。で、それで、ね、考えたんですよ。人型やもんな。人型やけど、あれは変形したところを見てるんかなと思って、ね。でもゼータガンダムはウェブライダーになるやん。なりますね。飛行機、まあ飛行機やけどさ、あれは、うん。そうですね。ダブルゼータもね。ダブルゼータもそうですね。どうなんやろな。オプションつけずに変形するな。Gアマとかオプションパーツやもんな。まあそうですね。Gパーツやもんな。Gパーツですね。どこで線引くねんな。やっぱり最初衝撃ってのはアッザムリーダーがすごい衝撃やった。アッザムじゃなくてアッザムリーダー、うん、ビリ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 なんて、って思ったもんな。あれゲームでもやったことあるんですけど、あれ上からファッファッファッファって追ってくるだけやから、そうそう、避けれるでしょ、簡単に。まあ避け、まあかかったとするやん、はいはい、網張られて、はい、かかるやん、うん、だからモビルスーツ基本的にやっぱ機械じゃん、はい、あのわーじゃないから、ビリビリってなった瞬間にショートして動けへんなるはずやん、はいはい、機械って、はいはい、なんで耐えれんねやろと思う。それはもうね、もうそれはもうだいぶ衝撃やってる。え、そこを衝撃見てるんだよ。もう相当ひねってますよ、それ。機械やのに、うん、要はカメラが落ちてるようなもんやんか。もうもうそうですね。絶対基板焼けてさ、うん、即廃棄処分やんか。なんでウェーって言うてんねやろ。モビルスーツはきっとそうなんですよ。きっとそうなんや。そういう仕様、もうモビルスーツとモビルアーマーみたいなもんで、そういうこと、ね、曖昧なんですよ。そうやねんな。いや、僕ね、うん、あのガンダムの世界を言うときに、うん、いつもそのガンダムとは言わんと、いつもこの日常の世界から言うんですよ。うん、例えばこう今普通にこうね、あの昨日ガンキャノン持ってきてんとか、そういうこと。非現実、もっと現実的。あのガンダムって結構リアルじゃないですか、うんうん、例えば今のままずっとやってたらどんどん、今もそうやけど人がどんどん増えていってるでしょ、うんうん、ほんなら人をじゃあ どっかやっぱりやらなかったら、やっぱ俺は宇宙か海底かと思ってます。でも海の中やと基本的にも解決にならないわけ、ならへんもんな、あの二酸化炭素のことは。ほんならもう宇宙中ですよな。そうなんですよ。で、実際今でも宇宙ステーションとかあるじゃないですか。で、火星は行けるかもって言ってるもんな、今。そうなんですよ、ね、な。え、あ、実際あれでしょ、人間の周期って火星の25時間でしたっけ、なんかそんなんなんですね。そうなんっていうふうに俺聞いたんですけど、ほんまは25時間かなんかの周期で人間って。火星なんや。はい。って聞きました。でも土星行くんだったら木星とか土星の方が広いのにな。あのね、あっちは多分住めないんですよね。もう火星ってなんか何かと行けんねんな。なんかね、うん、そうなんですよ。火星か。行きたいですか。行ってみたいな。なんか火星からだっていろんな由来のものが、ね、結構地球にはなんかあるよ。火星か水素とか。何や。もう一回もう一回もう一回ちゃんと、それがちゃんと自信持って言えるんなら何ぼでも言ってください。やめとく。引いた。
た引いたやめた、あのまずイカさんが恥ずかしくなってやめましたけど、これ次いくね。いやでもなんかガンダムって、でも宇宙行ってみたい、行ってみたいですね。でもほんまそうなるんちゃうかなと、コロニーなんて理にかなってるじゃないですか、宇宙ステーションじゃなくて重力は絶対理にかなってんねんな。モビルスーツっていうのはどうかは別にして、コロニーとかはさ、あれなんでモビルスーツなんとかしてます、あれ。その戦争やったらもともとはだって今の一緒でこうね、あの飛行機とか戦闘機とかミノフスキー粒子があるからじゃん。ああそうそう、まあまあ有志会戦闘機とか、そう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 、で結局はもうね、で、うん、自分しかも操縦するにあたって一番イメージしやすい人型なんだ。ああなるほど。でしかも直接ね、ミノフスキー粒子ができるんだったから弱やな、弱ですよ、弱やな。やっぱさすが、オリジン見てはりました。オリジンは十何巻まである。あ、十何巻、全部見てないから途中で止まって。10なんかもね、20巻弱ぐらいある。でもね、あれって結局後で大人たちが楽しくなって見れて、そう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 、あとなんかいろいろ肉付けしたりするでしょ。そうそうそう、基本はずらさんように。うん、でもおもろいわ。面白いですよね。映画は4か5まで見た。はい。え、全部じゃない、止まってんでしょ。なんなんですかね、それ。その瞬間それは見ようと思った時にそこまでしか出てなかった。あ、そこまでバッて言って次また出た見よう思って見てないだけ、見てないだけ。だから漫画もそうやねん。そこまではガンダムエースも創刊の時からずっと買っててもらえ、はい、でも途中でおもろくなくなってやめて、っていうか G オリジンがおもろくなくなってきて、ああ、うん、まあ、俺あれあかんかって、あの GDA やったかな、あのあれ、何やろか、 GBS、 GDA かなんかやったら、 GDA、 あのあいつの、ハマンカーンの漫画、ほう、連載、ほうほう、あれがあかんかって、で絵が入ってけへんかって。結構じゃあその派生系のやつも結構やっぱ読んでるんですね。前見せんかったね、あの最初に外伝、ガンダムの外伝だけで多分50冊ぐらいあると思 う、 いろんな話が、はいはいはい、前刀渡したやん、はいはいはい、あんなやつでいっぱい5巻ずつぐらいのやついっぱいあるわ。あれは古本屋って見んねん俺、はいはいはい、80円とか100円とかで適当にバーってこうやってきて、今新松永とかの主役のやつとか今から入る、まあ、まあやっぱそうなってきますよね。新松永と、もう一人誰だっけ、ジョニー・ライデン、あ、ジョニー・ライデン、両方とも途中まで2巻か3巻まであるわ。あ、それまで読めへんねんけど、 あとは結構いっぱいあるよ、多分十何タイトルぐらい、また途中で買ってる。もうすでにその概念も含めてですけど、実際一番好きな作品ってやっぱりじゃあもう08正体になるわけですか。でもそれって結局アイナが可愛いからとかそんな理由でしょ。で、地球ね、08翔太に入りたいから。アイナ好きやねんけど、うん、シロアマナが好きやな。マジっすか、うん、どうしたんですか急にそんな。いや、アイナ、あ、なんか、なにかっこよくない、男気というかさ、こう信念があってさ、ニュータイプでもないし、小さい若い小隊長やねんけど、もうなんかちょっとこう、ああいう生き方できることにちょっと憧れてるかもから。ボールでバーンっていくような感じですか。そうそうそう。とか、その、軍としてはこうせなあかんって言っても、いや、それは違う、人として間違ってる、はい、こうなはずや、みたいな、はいはいはい、そういうところ、要は自分の正義っていうのを、はいはいはい、やっぱり俺やって今この現実世界生きてたら、うん、いろんなしがらみもあったりさ、うん、あるやん、いろいろ。それでも俺まだ人よりは通してる方やと思うね。いや、思いますけどね。でも白天田はやっぱりすごいなと思う。だから憧れるかも。なんかこう枠にほんまとらわれへんね、生き方で、それこそ武器なかったら自分の腕をね、そうそうそう、そう、殴ったりとかね、ああいうのは確かに思いますね。やっぱりそういうのはすごい信念みたいなのを感じて、正義を感じんね。だからあの物語は好きやね。へえ。珍しくほら、だってニュータイプちゃうやん。違いますね。出てけんやん、ニュータイプ。どうしよう、ゼロ章と思う。ただまあやっぱりファーストガンダムも一応思い入れあるけどな、やっぱり、まあまあまあ、何やかんや言うても、それはもう多分その長く見てきた思い入れの部分やと思う。せーので見たら、うん、予備知識ゼロで、せーので見たらゼロ章だよな。おお、マジっすか。間違いなくポケットの中の戦争でもなく、あれもおもろいけどな。違いますか。ああ、いや、おもろいと思う。まあ、確かに種類は全然違いますもんね。うん、うん、あ、なあ、0083のスターダスメモリーでもなく、あれもおもろいけどな。ケトちゃんか。モビルスーツは好き、あれが、はいはいはい、フルバーニア大好き。あそこから加藤はじめさんが、あっこからか、買い出したんちゃいましたっけ。確か変わりましたね、急に。もう前も言ったかもしれないけど、ぜってこう言えば CP01 の陸上用とフルバーニアの宇宙用やるやん、うんうん、
陸専用の膝から下をフルバーニアと取っ替えたら俺の理想になる、うん、もう一回陸専 GP01 って最初陸上型で出てくるやん、出てきます。でその後宇宙行くやん、宇宙行きます。でフルバーニアになります。でちょっとデザイン変わるやん、変わる、陸専の時の膝から下、あーはーはー、なるほど、これがこっちの膝についたらもう完璧。ああのフルバーニアの膝から下かっこ悪いね。でもちょっとね、確かにこうツルンとして、ね、ポコーンとドコーンと、あの安物のニューガンダムみたいな足して、安物のプラモに出てくるニューガンダムみたいな、そうですか、もうヌメッとして、ヌメッとしてますね。だからこう元々の膝下をこっちにつけたいね。ああ、まあまあ確かに確かに、あ、間違いない、ね、ゼフィランサスでしたっけ。そうそう、ゼフィランサスね、確かに、まああっちの方ね、陸の方はガンダムっぽいけど、 GP02 も大好きやね。GP02 フィギュア持ってんで、これぐらいのアンデ。マジっすか。あるある、武器1個もないねんけど、な、武器本体しかないねんけど。じゃあ俺もらい分やねん、あれ本体しかないねん。あ、もらった時にもアトミックバーとかもなかった。あ、だってあれもうシールドもそうやし、シールドも冷却装置だし、あのビームサーベルもでかいし、もう武器がないと。で俺 GP02 のマスターグレードのな、はい、これはもう持っててん、皿で持ってた、作ってないやつ、作ってないやつ10年ぐらい前に誰かにやってん。ああ、作ってないのか。サラやね、かっこいいっすよ。マーク2はまだあんねん、サラ。はいはいはい、英語のやつ、いる。まあ一回チャレンジしてみたら、チャレンジしてみたら、あと 何個かサラがまだあんねん。 GP02 だ、かっこいいよな。かっこいいっすね、あれね。プラモやったら腕めっちゃちっちゃいでしょ。あ、そうなんや。そうなんです、なんかごついから、足とかもごついからちっちゃく見えるんですけど、ただ武器とこのシールドをつけたらバランスが良くなるんですね。シールドごっついもんな。あれかっこいいんですよ。あれ概念がかっこいい。ね、かっこいい。今までのガンダムのあれが全然ちゃうもんな。ね、それが良かった。あれは痺れましたね。あの子供の時見た時は、うん、あの GP02 全然やったんですよ。あ、そうなんや。でも大人になってみたらこれなんてかっこいいんよ。多分な、ガトーと一緒に見てるから作品でさ、私は帰ってきたって言った時にめっちゃかっこいいと思う。え、それっていつ頃見たんですか。ええー、いやでも大学ぐらいかな。じゃあ20年前ぐらい。大学でしょ。僕中学やったんですよ。だからやっぱりまだ。そうか。わからないんですわ。高校後半か大学やね。うん、そのをあの0083をが一番好きやっていう友達をキッシャンって友達おってんけど。キッシャンね。めっちゃ男前やねん。キッシャン男前。キッシャンめっちゃ男前やねん。はい。ハンドボールで日本代表とかになってたやつ。それすごいっすよ。めっちゃ男前やねん。はい。こいつもガンドめっちゃ好きやね。はい。で。こいつとその話をめっちゃしてたから、うん、はいはい、高校の時の同級生ね、うん、でも大学も俺バスケ一緒やってたから、はいはいはい、高校後半から大学ぐらいの間で見てんねん、うん、0083多分、はい、なんだそのね、俺 DVD あんで多分、もうめっちゃ持ってます。全部持ってますもん。え、0083のどの部分が好きですか。俺やっぱガトーだ。俺なんかコーラけあかんねん。あ、ガトーがかっこいい、はいはい、あのそのニナ・パープルトンはなんとかならんのかっていう、あれだから途中で変わったらしいですね、設定が。マジで。そうなんですよ。なんかもともとのほんまこういう流れやってんけど、途中でこうせなあかんって変わってあんなの新しいですよ。俺的にはもうアバズレでしかない、ね、いやもう急に、だって急に終わるなったでしょ。こいつもう嫌い。まあまあそうですね、嫌いよ。俺もガトーが好き。ガトーかっこよかったですね。これは最後特化してきましたけど、うん、いやもうあれがかっこいい。かっこいいですね。やっぱガトーかっこいいな。いや、あのデンゼルビームとあのノイエジールの戦いも、まあ、昔はね、あのなんかなんかただでっかいもんがみたいな感じで、今見たら結構ねすごいな。デンゼルビーム最初見た時にな、うん、やりすぎやと思ってた。はい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 。俺あれの SD のプラモ買ってちっちゃいの。フォーペットもあると思うけど作ったやつ。いやでもこう大人になるにつれて。デンドロビームかっこよくなってきて、一時本気で悩んで、うん、あのパーフェクトグレードなのかな、はい、大きいデンドロビームのプラモを買うか、これぐらいの大きさのホワイトベースのプラモを買うか、どっちも3万から5万ぐらいって。あ、すごいすごい。どっち買おうかなと思って。どっち買ったの。いや、勝手にね、なんで断念したかって言ったら、はい、あかんわ、俺作られへんと思って。そうですね、多分作られへんのかな。下手くそやから。で、あ、作ってたら今頃どっかに飾ってるはずですからね。でも今やったらやっぱホワイトベース欲しい。ああ、そうですか。欲しい。デンドロビームより。俺な、ほんまな、今でも思ってる。当時めっちゃ大人になってから見てた時に思ってるのは、ほんまに俺ホワイトベースに住みたかったよ。まあ、それは僕も一緒です。住みたいやん、うん、ホワ
イトベース欲しいね。ホワイトベースに住みたいですか。僕ね、どっちかというとアーガムに住みたいです。アーガムか。アーガムね、アーガムはあのこれ回転してるでしょ、うんうん、あれで重力であれでしょ、居住スペースがスペースが重力でちゃんとなってるでしょ、だからあれ回ってるでしょ、あれ。あ、そうなんや。そうだから僕はアーガム派ですけど。いや、ホワイトベースのことは三原入ってるかも。入ってくるかも、入ってけえへんかもしれんから、ね、そこもしかしたらセイラさんのシャワーシーンに覗けるかもかな。フラウあの未来さんのほうがいいけど。え、ちょっと、っていうことはホワイトベースに行くってことはもうそのみんなそれがいるっていう前提。そうそうそう、そのホワイトベースだけじゃないんですよ。いや、やっぱあのクルーの中に入って生活したい。俺田村さんの下で料理作るわ。料理作るの食べるんじゃなくて。俺料理できるから。もう塩塩言われますけど。そうそうそう、うん、できるから。ああ、そうですよね。できますもんね。汗かいて溶かして。俺の塩。塩って最悪や。最悪や。まあ、塩貴重ですから、ね。原産地俺みたいな。ああ、おもろいな。もうね、僕ガンダムの回がやりたい。なあ、もう今やってるやん。あ、じゃあこんな喋ってていいんすか。もういいんちゃう今日ガンダムでも。マジですか、うん、いやもうガンダムなんかもう08でしょ。え、ツーコは一番好きなモビルスーツは何なの。あ、僕ケンプファーです。あ、ケンプファーか。もう即ケンプファー。なるほどな。もうあんなロマンないです、あの装甲も薄い。なるほどな。あれが男なんですよ。チェーンなやつ。チェーンマイン。チェーンマイン。そう、でビーム兵器がないでしょ。あ、そうか。でも実弾なんですよ、ショックマンとか。もうかっこよ、バズーカとか、マッソリオンってのが、ミーシャがまたイケてるの。イケてる。そう、あれ、だってあれね、ほんまにアレックスに一瞬でやられたけど、うん、その前にちゃんと一正体がスカーレット大化なんかで全、うん、一回全滅させますからね、うん、一気で。一気でですよ。ケンプはかっこいいわ。かっこいいんすよ。あれな、あれ、開かないかな。え、俺あのデザインは赤が、赤と黒が似合うと思ってんねや。へえ、色的に、はいはい、いや青もいいねんけど、はいはい、別にシャアとか関係なくて、はいはいはい、赤でもな、ちょっとこうワインレッドとかちょっと暗めの、うん、だからシャア族の色よりは、うん、あのオムニバス版であるほら、うん、シャアのドームあるやん、シャア専用ドーム、はいはいはい、あの色、あ、ちょっと暗めの色、はいはい、用意してますね、シャアの陸ドーム。俺プラモ作ったもん。あれ小説の話ってあるらしいな、俺見てないんだけど。ああ、なるほどなるほど。プラモは買って売っててんやろ。え、タグレート出てんねんで。シャア専用リックドーム。だってシャア専用、キャスバル専用ガンダムも出てるやん。あ、出てます。あれ売ってないんだけどな、なかなか。お、もう持ってます。お、そう、持ってます。すごいな。あの、ギレンの野望から出た、はいはいはい、ゲームから出た設定で、ね。マスターグレード。マスターグレード持ってます。おお、すごい。よう手に入れたな。イェーイ。次行こう。え、よう手に入れたな。マジっすか。え、そんな普通に買えたん。いや、あの、いた、全部いただいた。僕、昔からライブとかあるたびに、もうガンダム好きって MC で言ったら。いやらしい。ちゃちゃちゃ。タレントがテレビで言うやつや。ちゃちゃ。欲しいつもりで言って、俺は好きなものをただただ言うてただけ。あ、俺もガンダム好き。うん、もうね、さすがにね、おっさんにはもう聞けへんと。最近ないの、プレゼントとかない。あ、でも あるやろ、やっぱ言うてたら。まあまあ、そ、まあ、いやでもそんなない。芸人とかようやってるやん、LINE とかでさ。うん、誰やったかな、吉本の芸人出てた3000人ぐらい LINE 友達になって、うん、タイムラインで、うん、これ欲しい、あれ欲しいともらえるかなって言って。LINE で。まあ僕、LINE やってないですからね。あかんやん。あかんすよ。あかん。あといいじゃん、なんか。今何が欲しいんでしたっけ。ホワイトベース。今ホワイトベース、でもあれも売ってないね。あ、マジですか。ないね。あ、え、ホワイトベースにはそのガンダムとかついてないんですか。ついてる。これぐらいのやつ、これぐらいかな。ついてんね。ガンペリー1個と、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクがついてんね。ついてないですか。ついてんね。でも売ってへんのですか今。もうないんちゃう。オークションとか探したら出るかも、出てるかもわからんけど、うん、もう売ってへんと思うで、ね。あのデンドロビームのでかいのはたまに置いてる。あ、でも何年も見てないかな。たまに見るな。でもガンダムバーとかにね、行ったらいつも大概デンドルビームを置いてた、置いてましたね。そうか。あれでね、ハイグレードやったんですよ。いや、こんなやつ。こんなやつ。うん、あれハイグレードあれはハイグレードでした。だから、なんだそれやな。マスイヤさんが言ってるやつはどれかわかんないですけど。俺3万ぐらいやったわ。値段。値段わかんないですよね。こんな、これぐらい、でかいな。これがハイグレード。ここでもそれでハイグレード。マスターグレードやったら多分。いや、もうほんならないわ、多分。ないです、ね。ハイグレードやわ、ほんなら。俺見てたやつが。さあ、でもやっぱホワイトベース欲しいな。欲しいですか。ユーザーはどうですか。
通行借りてここおるからそうかこのこっちに電波通しはどうにかなるならちこ俺今ねバーって今カメラに向けて言おうと思ったら、うん、タイマー見たらもう40分なんですよこれ40分間だもんやっぱこれやばい今日だってさっきからね僕チラ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 見えてるんですよなんかこれいいよこんなん最後に言ったことやるからいいよいいよもうそう全然いい全然嘘いいのいいの俺今頑張る挟んでおくよと、うん、いや実はね、はいはい布施プロレス9月やったでしょやりましたでその前7月にセロボ君が壊れた試合、うん、大変 OSW、うん、があれ布施でやったの今度ね、はい、なんかどっか田舎でやるらしいですよえ田舎田舎言うたらここかあのイノシシとシカしかおれへんとかイノシカ蝶みたいなイノシカ蝶また意味変わってくる OSW の、 あのアクティブスクエア代表ね、はい、あの野崎プロレスやってるところの体育館で今回は、はい、あ体育館体育館で OSW で、うん、しかもねこれ何で言うかって OSW さんではけども、うん、吉野さんの、まあ、プロデュース工業なんですよ、吉野さんがもう全部経費も払って、はいチケットも売ってっていう、まあ、自分自主工業みたいなもんですよ、言うたらをしはるんですよでこの間ちょっとね吉野さん布施来はって、はい、一緒にポスター貼り回ったんですよ、はい、で実はね今回ね目玉がね、うん、このファミリー遺跡っていうのがあらこれプロレスで初めてちゃうかな3000円、まあ、当時3000円前より2980円で、はい、何かって言ったら、はい、ファミリー席1枚2980円買えば、うん、大人の人が1人見れるんですね、はい、プラス、うん、子供席が2つついてるだから3席ついてる大人3はダメなんですよ大人1子供2大人に子供一でもあかんのあかんねあ子供の心持ってたら要交渉ちょっと曖昧な話なんてきたねこれね小中学生無料ってファミリー席で見る場合なんかこれ買ったのちょっとお金払って持ち込んで、はい、うち嫁さんとマスクド嫁とマスクド長男、うん、マスクド次男でここ座んねんマスイカさんはどうする俺はもうこの日はお手伝いで行くからああそうなんですねだから俺だから年末やからもうちょっと行かれへんかな思っててんほらみんな家のこともあるから26日ですもんね、うん、ほんならこれ会った時にあれちょっと待てよって俺が家に引っ込むんじゃなくてうちの家族をプロレス会場に引き出せばいいやと思って結局市場やないかっていう話ほんで吉野さんに言ってそれ買いますわで僕手伝いできますほんなら手伝ってくださいって言ってくれてほんなら家族4人がこの体育館におることになるこのファミリー席は別にあれですね増井さんが提案して作ったんじゃないですか、ね、吉野さんがこれをやっぱ子供に見せたいと、うんっていうので、マスイガさんのためのルールみたいになってません、これと。なんかね。親一人、子供二人って。でもね、これね、指定席に9杯、ね、これ一人は持ってない、うん。同じ値段で子供二人ついてる、ね。まあ席はちょっと言うても、もう一番後ろでもめっちゃ近いから、うん、全然いけると思うけど。うんうん、でまあうちのバーチャルシティの会員さんで一緒にあの、うん、海から伊賀翔さんまで帰ってボートの。あはいはいはい、人は最前列2枚買ってくれてへえ山脇さんも前来てた山脇さん、うん、もうなんか2枚チケット買ったって言ってたうんちょっと行っていこうかなでこれのお昼にあのブラーマー拓也さん BRS っていつもリンク布施プロレスが載るだけのあのこう自主興行がお昼にあるんですよあまた2本立てみたいな感じですか、うん、だから2本立てであるんでそれもちょっとお手伝いに行けたらなと思ってまだ言ってないんやけどうんお手伝いに前7月にやった時はお手伝いに行ったんですよへで前回はちょっとね僕行けなくて子供のサッカーの試合があって、はいはい、行けなくて今回年末もそのまま僕は朝から行ってお手伝いして夕方からうちの家族が来て一緒に見てみたいなにしようかなと思ってそれ前回ってあれですね僕は行きましょうかって言ったら行っちゃいますそれ10月やったかな、ね、なんかお手伝いかなあーせや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 あれが俺が行かれへんかってこれなんかあ僕知らんレスラーさんいっぱいいますよなんかあでもそう ディズニー系が多いですけどなんかディズニー系って言ったら引っかかるからパロディでもね吉野さんでしょ、はい、で木下光平くん、はい、いつも出てくれてるね、うんうん、でたこ焼きさんたこ焼きださん、うん、アルティメットスパイダージュニアさん、うん、で食いしん坊亀さん、うん、ベリケンキッドさん、はい、でこの間あの刀の出てくれた木下、はいはい、で翼さん、はい、もうだから半分くらいはもう僕らよく知ってる半分はなんか僕全然この三つ木マウス、ね、三つ木マウスがギリギリでしょギリギリだよねギリギリだよね名前的にいやそれじゃ熊野パーさんだって熊野パーさんもギリギリでしょそうそうあの宇宙銀河アンドロス この人は知らんねんへえ他知ってんのかって話やねんけど知ってるっちゃ、まあ、放送では言われへんねんけどあまあまあ知ってる感じやねんあっそうなんですねそうそう知ってるまあまあ言うたらあかんなあそういうの引き出したいなそういうの怒られると思うね人形焼きマンもじゃあ知らんけど知ってるんですかもう絶対通行なんか知ってるわな
ってこうやったら分かるやん。あでもね、あのこうやって分かるやん。これはね、さすこの人は分かってしまった。分かるやん。この人は分かってしまった。この人なんて顔色一緒やからね。この人はちょっと分からへんやつ。これね、うん、そう、大体色一緒やけど。え、これってひょっとして、ひょっとするよ。あ、まあまあここの方が分かった、うん、え、あのね、人形焼きマンはね、はい、まあ、人形焼きマンでしょうけど、うん、なんで今回なんかなんか違う気がするんですよ。なんか OSW のキャラクター、ね、この OSW っていう団体のレスラーキャラクター、ね、はい、うん、その今までのなんか分からないですよ、分からないですけど、今までなんかちょっとコンセプトがあった気がしたんですよ、なんともね。でそういうのではないってことですね。人形焼きマンっていうのが大阪スタイルレスリングのレスラーさんやから、これ今見てる人なんか謎な会話分かるんかな。ね、あのこのチケットはね、はい、あの吉野敬吾で検索してもらったら、はい、ホームページ出てきますんで、そこでもネットで買えます。お、ネットで買える、うん、でツイッターはもう今どこの座席が空いてるって昨日出てたかな、うん、もう出てるんで、うん、あのチケット年末ね、もしよかったらファミリー席使ってね、家族で見に来るとか、うんうん、まあでも値段もすごいお手頃な価格でね、いや、ほんまね、うん、いけるんで、ぜひぜひね、ちょっと見に来てもらえたら、ね、まあこのレストランもそうですけど、そこに行ったら当日にマスイのファミリーにも会えるということですよ、まあ、ファミリーはで僕も多分ね、うん、マスコかぶれへんと思うね。ちょっと待って、そしたら分からへん。世を忍ぶ仮の姿でお手伝いに、やっぱ目立つからマスクかぶって手伝いしてたら、なんかもう一スタッフとしてもう多分見分けつけへんと思う。マジっすか。これつけてると思う。なんて言ったって、どういうこと分かるかな。あ、でもほんとみんな知らん人、あ、この人がひょっとしてみたいになるってことでしょ。そうそうそう、でマスコでひょっとこうみたいな。何がひょっとこ。別に俺もバレてもええんで正体、うん、いいんすか。いいね、いいね、全然いい。まあでもね、もし分からない人はね、あの口元の 歯とか見たら、歯ないから、はい、いやでもマスクしてるからね。あ、そっか、だから見えへん見えへん、ほんまや。でもこのマスクしてるのはでも何人か、いや、いるんですって。おるもんね。いるんですよ。おるもんね。どこで見上げたらいいんかっていうところ。ああ、俺もしかしたらマスクと東大阪の T シャツ着てるかもか。え、そこまで出す。マスク側を出す。でもあのマスクかぶってない以外は、うん、同じ衣装着てると思う。何やねんそれ。で、ね、まあもう一個ね、これはチケットぜひよかったら買ってね、はい、来てくださいっていうのと、うん、で、あの企業さんとかもしね、大会の協賛も募集してはるんですよ。はい、うんうんうん、あのふんどしとかね、うん、風船プロレスもいつもやってるような感じで、うん、もしちょっと名前入れたりとかね、うん、こんな応援行かれへんけど応援しろいうのがあったら、うん、これも吉野さんのホームページで、うん、あのお問い合わせいただけたら、はい、僕とおっさんで僕半分抜くんで、さらっとこれもうね、これ世界発信ですからね。そうそう、あの僕は通さないようにしてください。通したらもう僕は抜いちゃうんで。抜くってね、もう言ってますね。はいはいはい、でよかったら、うん、協賛もしてください。あと、うん、さっき告知やっちゃう？いいですよ。うん、もう一個言っちゃっていい？はい、これね、ちょっと僕制作が変わったんですけど、はいはい、布施商店街の、お、あの街歩きマップというね、これ大阪府の補助金を使って、うん、町おこしをしようっていうので布施商店街選ばれて、はい、申請書とか僕書いたんですよ。え？めちゃ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 そんな言うて、ほんまにこれ。C やのになんで言うのかなこれ。ね、これはね、うん、あの布施商店がたくさんお店ある中で、はい、あの福娘さんが、はいはいはい、選ぶお店8選、私この店お気に入りですみたいな感じでね、だからこれ見てもらったら福娘が勧めるお店と同時に、うん、福娘の全員の図鑑みたいな、確かに全員いる、全員いてんの、うわっ、これね、限定1000部なんですよ。マジですか。限定1000部のうちの2部がここにあるんですか。2部ここにある。しかも、どこでもらえるか。これね、うん、PDF のデータで、うん、あの商店街のホームページとかからは無料で取れるようにするんですね。ほんなら1000部ちゃいますよ。ああ、これ物価って紙で。はいはい、紙は1000部で、どこ行ったらこの紙もらえるかっていうと、うん、これ8件載ってるでしょ。うん、この8件に分散して店に置きます。うん、あ、ここのね、お店に行ったらこれもらえます。はいはいはい、なるほどなるほど。まだ、ね、まあでもこれ放送する頃には明日配りに行くんで僕。いつの明日か知らんけど、まあまあそうなんですね。今日3件、4件配って、うん、明日4件また配りに行くんで、多分この放送終わった時点の時点では、はいはいはい、多分この全部のお店に
で、でもね、もう数100ずつとかしか渡せないんで、1000しか作ってないんで。はいはい、そうですよね、うん。そういうことですよね。だから、そんなに数がないんで。でも、これ流れてる頃には、もうこれみんな手に入れてるってことですね。もう限られた1000人の。そうですね、お店にはもう行ってると思うんで、100ずつ。だからお店にもらいに行ってください。いや、これね、用できてますから、これ多分結構殺到すると思いますよ。これ結構ね、うん、いいでしょう。いい。これ誰か推しとかあるんですか？推しの、これ言うていいかな、うん、僕ね、樋口さん可愛いねんな。樋口さん。ナンバー、マップナンバー5の紀ノ国屋さん。紀ノ国屋さんもね、この間、おとつい、僕の弟とかと一緒に飲んでたんだけどね。あ、そうなんですか。可愛いねんな。松井さんはこの方が好きなんですよ。可愛いね。めっちゃ可愛いね、この子。いや、みんな可愛いね、やっぱり。ね、すごい、すごいですよ。可愛いね。みんなキラキラしてるから。通子はどの子がいいの？どの子がいいかな。もう俺でもいいけど。え、その選択肢何？どの子が可愛い？全員可愛いですけどね。でもやっぱり言うともミス福娘ちゃいますかね。ああ、守りに入ったね。じゃ何伏せて仕事取ろう思てるやろ。何を言うてはるんですかね。それはナンバーワンでしょ。川村さんね。そうそう、川村さん。川村さん。あの、うん、ね、なんていうかな。笑顔がめっちゃ可愛い。うんうん、ニコニコとして雰囲気ある子やわ。そうですね。うん、この子。ちゃんと地元を大事にしてくれそうな、うんうんうん、あの、あったかさを感じますよ。俺のことも大事にしてくれる。それはないと思うんですけど。泥口が言うとんやろ、これ。これセットですか。久しぶりにやった。はい、久しぶりにやった。これね、はいはい、あの、すごいいいんで、よかったら。はい、うん、で、まあ、どうしても紙版が手に入らなかったも、うん、商店街のホームページとか、商店街、うん、普通商店街 LINE をね、公式やって、もう今2000人弱ぐらい入ってるんで、はい、LINE でも流しますし、うんうんうん、Facebook とかでも流そうと思ってるん で、うんうん、で、バーチャルシティの方でも記事にしますんで、うん、あ、そうですか。うん、そこからでも、もう PDF では取り放題なんで。いや、でもやっぱね、紙媒体これめっちゃいいですよ、これ。ほんまに見やすい。うん、これ英語でパタパタオリンショーって言うと俺やん。俺の相手は。はい、松井さんの手柄ですって、ね、みんなで褒めてあげてください。もう松井さんの手柄でございますから。でも作ったのデザインとかは俺じゃないけど。あ、そう、ちょっと、言うただけ。パタパタオリンしてくれと。これをやろうって言って、福娘で行こうって言って、この形で、この形式でやろうって言ったら、そんなほとんど松井さんやないですか。ただ、取材は、これしたからね、もう言うてええと思うんだけど、はい、この写真撮ってた時に、うん、俺らは、布施プロレスの会場に。ん？布施プロレスのやってる最中にこれ写真撮りに行って。あれ？あの、福娘いてましたやん。で、途中なんか急になんか。オープニングで8人来たやろ。めっちゃいてる。最後のなんか少なくて。途中2とか3やったやん。は、これ撮りに行って。この写真撮りに行って。ほんでか！そうそう。あ、ほら、その時の写真なんや。そう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 。ですって。ね、だからそのプロレスの見てた方なんか福娘少ななってんなと思った方はその時には実はこれに行ってたと。これを取りに行ってて。なるほど。うん、業者さんにお願いして写真撮りに行ってもらってて。へ、う、え、ん。だから何回も集めるの大変やから。確かに。一日でやってしまおうっていうことで。ああ、うん。いやこれいいな。あの福娘も見れるしお店も見れるし。そうそうそう。うんうん、1個これ持って帰っていいよ。全部のうちの1個俺が持って帰っていいですか。いいよ、あげる。今頃これチミドレのなんですかね、もうあの争奪戦になってると思うんですよ。俺や俺や。まだ誰も持ってない。え、でもこれ流れてる頃も。あ、そうか。これ流れてる頃にはある程度行き渡った。もう争いですよ。もうなってるのかな。俺の推しの樋口さん。明日もう10個ぐらい取ってきとこう。じゃあのほら印刷屋さんがちょっと予備があるから。あ、なるほど、ね。予備はちょっと商店街の資料として、だから1000プラスちょっとあんねん。はい。で商店街の予備で置いとかなあかんから。うんうんうん。俺取っとこうかな。結局自分で。いやでもおしゃれおしゃれ。これこれいいでしょ。めっちゃいい。デザインはほんま僕全然タッチしてないけど、もう任し、うん、業者さんに任して。え、この緑とか松川さんは全然違う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 。これはいつも商店街の印刷物とかやってくる業者さんがおって、その人にお願いして。それは忖度とかチャンスかそれ。ちょくちょくちょく。もういつもその人頼んでて、その人は僕大学の先輩やねんけど。うん、同じ大学やねん。大学の先輩じゃん。後から知ってんけど。年は何個ちゃうんやろうな。これへんけど、うん、麻酔がカラーにしてやれみたいな感じじゃないですか。違う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 、いや、いい、これね、ここ書いてね、この取り組みは大阪府、うん、商店街などモデル創出普及事業の一環で実施しています、はい、要は大阪府からの商店街を盛り上げる補助金で作ったやつです。おお、いい。そうなんですよ。やっぱそういうのをね、ちゃんとやってるあたりが偉いですよね。もっと言うて。もう言わん。もう一回だけ。一回だけですよ。いいよ、それ持って帰って。ありがとうございます。置いとこう。はい、ね。告知大丈夫ですか？これはもうない。もうないですか？通貨は？もうあります。もうね、言うてる間にもう1時間になるんでしますけどね。ほんまや、ほんまや。あのね、ブラックフライデーってしてます。
お知ってる。ブルック生えて。うん。一時な、2、3年前流行ったやん。そうなんですよ。もうね、まあ、流行りには乗らんとあかんということで、通貨ショップもですね、ブラックフライデーでございますね。黒金や黒金。これね、10% オフはでかいんですよ。へぇ、今までね、結構 5% オフのクーポンが多かったんですけど、10% オフ。まあ、何や言うたらね、最近通貨もね、新商品出してへんから、もう動いてない。ああそう。でね、今ね、水面下でいろいろコラボ作品とかね、あの、あるアーティストとのコラボの、グッズも作ったりするんですけども。肩の証拠一応、何、毎回1回に1回は出す。写真とかせめて出してね。出しだ勝手に出して怒られるやろ、多分。ああ。ちょっと怒られるのね、出したい。モザイクダメですけど。も入ってなんもない、なんもない。写真絶対勝手に作ったら怒られると思う。まあまあそうか。え、でもね、それってあれですか、そのあのネットとか SNS とかで出てるやつでもかかるんですか。著作権アウトやもん。ああ。あのツイッターとか出てるってもう写真をこっちで保存して勝手に使ったらこれアウトやもん。え、でもそれを機にね、言うたら連絡したらいいんちゃいますか。これうちの番組で使いたいんやけどってそれ大好きな翔子ちゃんと連絡取れますやん。俺もう戸籍埋まってんねんな、うん、結婚するえ、その翔子ちゃんと樋口さんとどっちが好きなんですか。どっちが欲しいなんですか。あ、いいこと言うた。これどっちが好きですか。答えらんか、うん、答えらんか、うんうん、だってそう言うたらね、毎回番組で出すこともう片野翔子推しなわけですよ。片野のアイドルのね、あの、うん、ほら、うん、ほら一緒にイベントやったりな、はい、MC やったりしてるやん、はい、そういう、うん、要はキャスト的な意味、うん、ちゃで俺は翔子ちゃんは言うてんねん逃げた逃げた逃げた。そんなもんな、福娘、ね、はい、どうにかってなったら、はい、俺福娘出入り禁止やで。そうですよね、会長に殺されるんで。あ、な、 今はちょっとごまかす感じでいきますか。言うわ、もうどっちが可愛いって言ったら樋口さんが可愛い。まあ、それはでもどっちが絡みたいかって言ったら片野翔子と絡みたい。なんかね、やっぱそういうとこがね、大人の賢いとこですよね。だって樋口さんとイベントできへんもん絶対。まあ確かに。で、片野翔子ちゃんと言ったらできる。いや、成り立つと思うで俺、イベント。俺もほんま片野プラスのリングにほんまあげたいねんけど。いや、それもいいと思いますよ、ほんまに。うん。あ、うん、片野窓口やん。いや、ほんまに、いや、僕今ね、だってそれこそ今ずっとあそこの大瀬君と、うんうん、刀といえばの大瀬君、うん、ずっと今打ち合わせしてて。お、何の打ち合わせしてんの。あの、あるぞ、刀アイドルですよ。あー、どう決まったん。え、ね、今ね、あのね、刀新聞に、ね、今週、あ、明日や、明日、うん、明日行ってきます。明日行って、それで、あの、どういう感じでって募集の、で、そこから刀タイムズにもやってもらうんですけど、うんうん、この間の龍さん、リュウさん、リュウさん、あの、僕らの恩人のリュウさん、リュウさんともあのいろいろ話してて、あの人はリュウさん引っ張り出してきた本気やな。ね、あのね、僕はやっぱ曲は作れるんですけど、アイドルを育成するノウハウはないわけですよ。あ、まあリュウさんプロやもんな。そうなんですよ。だからもうだからリュウさんがあの持ってるあのね、自分のとこでやってるそのライブハウスでも、うん、あの全然アイドルやらせてくれるって言ってるんで、そこと確約はしてたんですよね。もすごいな。とかね、そういう話よね。アイドルの名前も決めなかったな。そう。でね、その名前もあのリュウさんがいろいろね、全国探ってくれて、ほんならミルキーウェイとかね、うんうん、七色ミルキーウェイとかね、なんかミルキーウェイ系はね結構あるんですよ。あんねや。そうなんです。もう片野って入れなあかんよな。どうなんすかね、ご当地アイドルが。まあ片野、うん、せやな、まあ、片野直接じゃなくてもなんかに、なんか匂いはした方がいいよな、まあ、できた。片野じゃなくても、うん、野ヶ原って長いもんな。なんかでね、そのリュウさんと喋った時に、うんうん、昔の女子プロってなんか結構歌を出してたとか、うんうんうん、ああビューティーペアに始まり、ああそうそう、ビューティーペアルズ言ってた、ファビオラミミな。でその後も出てるよ、あの JD って、吉本が、吉本興業やってたプロレス団体があって、女子プロが、うん、あそこもやってたはずやもん。へえ、うん、だからそれこそ肩のミルキーにね、うん、もう 歌いながら、みんなとこうアイドルとして歌いながら入場とかね。あ、そんなんはいけるんちゃう。そんなんもなんかいけたりするんちゃうとか、いろんな意見をねいただいて。アイドルはアイドルでライブみたいなのはさすがに肩のミルキー難しいやろから、うんうん、そうですね、単品でやるけど、うん、その肩のプロレスの時とか一緒にな、そう入ってきたらそれはええと思うよ。であとはね、その肩のイベントでそのこれから作るアイドルが出れるようなステージを作るっていって、うん、そういう、まあまあ1年の流れ。まあ確かにほら、肩のってさ、肩のプロレス大勢がほら行政結構絡んでるやん、観光協会やら奨励とかさ、うん、だから出番は作れると思うで。そうなんですよね、センターは翔子ちゃんでいいじゃん。まあその辺はね、あのおいおい話してる。あ、でもね、あのね、今回の目玉、年齢問わずにしたんですよ。
ああ、ほんだ、そういうこと小学生とか、そう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 、ババアとか、BBA。BBA。うん、まあ、口がね、あれ言い方やけど、まあ、そうそう、あのね、いけんねや。あの、そうなんですよ。だから、まあ、偏ったらダメですよ。老人ホームみたいになってたんですけど。でも、まんべんなくね、いるんは、これ、地域のアイドルって面白いな、っていう話を大瀬君とこの間、へぇだから、年齢問わずにしようっていう。ああ、そうなんですよ。まあ、でそこで人数を七色とかにしようと思ったらもう七色ミルキーウェイっていたから7人やったからもう既存でいてるんで、あかんなって。そっか、7人悪魔超人ってこと。僕的にはもう大賛成ですけどね誰が俺がバファローマン、あなたがバファローマン、むちゃむちゃせなかったっけ。そうか、何人組とかもまだ決めてない。決めてないんですよ。まあ複数いたらいいけど、どれぐらいがいいんやろな。もう、ね、そういうのがね全然分からへんのですよ。だってね、これね、今回ほんまに言われたのが、あの、あれですよ。ヘイヘイウィー、ハンヘイエイトの、AKB ね。あの、ハイハン、ハイハイ、こんな曲を作ってくれって言われてのやつやから、そうそうそう、俺曲しか全然やってないんですよ。どれぐらいわかんないんですよ。だからほら AKB 方式で行くんやったら、うん、人数はちょっと多いめにしといて、うん、スケジュール合わへんかったら、それ合うやつだけで、ね、それをね、うん、そうそう、それをこの間喋った。あ、言ってた。そうそう、もういっぱい入れて、うん、で来れる人が出るっていう。そうそうそう、そんだけ集まるんかっていう話を、ね、だって野崎がほら野崎観音のアイドル集め今年の春ぐらいやったやん。あれ、どうなったんですか。ゼロちゃん、なんか聞いてないですもん。もうやる気なくなっとんで、ちょっと前に聞いたら、うん、もうええねんみたいな、集まらへんから。だって告知してへんと思うんだ、あれ。俺こんだけ絡んでたけど一回も俺 SNS で募集見たことない。あのやるって言ったの、なんかこんな冊子みたいな、あの時は激アツだったで、その後ちゃんとあの野崎 の、 そのアイドル募集のホームページも作ったんねん。でもあ、マジですか。あんねん、あんねん、春ぐらい見たもん俺。見せてもうたもん俺。やのに、うん、募集一個も来てへんねん。それもだってやってるの拡散してないですもんね。いや、うん、こっちね、こっちはちゃんと今ねペライチの紙作ってもらってるんですよ。まあ、大瀬君にね、うんうん、でそこでまあそこから広げていって、うんうんうん、もうとにかくもう年齢問わず人数も問わず、うん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 、でできたらなっていう。なあ、楽しみやな。でそのね、まあもともとは俺手出してもええの。え、ちゃんとカメラに向かって言うとき頑張ろうぜ。パカンとかあったね、パカンと。これが大人の力ですね。そうそう、まあだからね、あのとにかくこの、あのもともとはそのね、あの方のミルキーさんのね、うん、まあためですけど、これがなんかご当地音楽にもね、そうやな、できるような歌詞にやっぱしてるんで、結構引っ張られると思うで。あそこは。そうなんですね。あともアイドルだけでございますから、なんとかね、うん、我こそはというね方、あのね、あの方の在住とか、あのね、そこなんですよ。で僕は的にはそうなんですけど、それやったらまあ龍さんと話した時に、うんうん、それで人集まるかってなって、集まらないな。で僕的にはそれは刀子絶対いいんですよ、うん、いいけど、まあ、あの何人か刀がいたらいいんちゃうかっていうのは龍さんが言ってましたけどね。まあ、うん、まあ、例えばもう北河内に広げてもらうとか、はいはい、まあ、もう大阪府全体にしてもらうとか、もう大阪出身なんてええんちゃうみたいな。だって AKB とかでも SKE とかさ、NGT かとか、うん、それこそ大阪やったらね NMB か、はいはい、でもそこのご当地以外の子いっぱいおるからな。あれ全員大阪じゃないですか。そう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 、えー、東大阪出身の子は名古屋の SKE のキャプテンやってるもん。マジっすか、うん、え、いいんや。全然いい、全然いいね。ほな、いいんちゃいます。そこの地元の子もおるけど、うんうん、基本関係ない。ただ活動はそこになるから、はいはい、いかなんかそっちに住むことになるんやけど。で、あのね、基本的に僕そのアイドルのとこの路線に行くつもりもなくて、うん、まあ、あのある程度もこう基盤ができたら、うん、もうそういうプロデュースするしたい人多分いっぱいいると思うんですよね。あ、まあ、その人にもまた龍さんでいいんじゃん、それって。龍さんやってくれるかな。あの人めっちゃ忙しいんですよ。あ、そんな忙しいの。忙しいですね。でもね、そういう人いっぱいいるんですよ。まあ、そういう おじさまでのと、その趣旨が合わへんが高いん、大瀬に。もちろんもちろん。プロデューサーの側が通っちゃうよりは、うん、俺な、それな、もう大瀬にやらしたらええかなと思ってる。あ、やってくれますかね。あ、すっげえもん。あ、ほんならもう それが一番いいっすよ。それは大瀬にできへん、うん、多分今はできへんけど、うん、勉強せえって、うん。だって、例えば俺でもさ、プロレス不安やったよ、うんうん。それから伏せプロレスやるようになって、うん、そっち側に回って、まあ全然そんなプロじゃない。だから大瀬もずっと好きで、もうほんまにアイドルのことに関してはびっくりするぐらい知ってるから。ちょっとほんまやな。ちょっと大瀬くん
今のプロデューサーとしてはロードトゥープロデューサーよ。ほんまやわ。ちょっと僕ねほんま東大元クラスってこのことですね。ほんまや。大瀬くんアイドルのこともよう知ってるし、だからアイドルとともにプロデューサーもこう成長していくっていう物語にしたね、うん、しかも刀の下やし、だから今からな打ち合わせしてるやつとかだな、動画撮っとかなあかんで、ドキュメンタリー作る時用に。あとあとあのね、次あの大瀬くんと22日打ち合わせするから、もうこの流れてる時にもなってるかもしれんけども、その時ちゃんと撮りましょう。押さえとかなあかんね。でその時作った資料とか、うん、もう置いとくね全部。あとからだって材料置いといたら使う使えへんは後から決めて話や、うん、でも取っとけへんかったら、うん、もう戻ってけへんやん、はいはい、だから打ち合わせしてるところとか、うん、例えばもう今からでもいいやん、もうもうどうせ嘘つくからさ、嘘で今から曲書いてるところの動画撮るとかさもうあるねん俺だってこの間あれ打ち合わせして俺ものカフェで流しましたもん、こんな曲って。そうなんや。流して聴かせてこういう曲ですよっつって、だちゃんとそこまで行ってるんですよ。お披露目もやろうやじゃん、ちょっとやりたいですね。ミルキー読んで、ミルキー読んでね、俺カメラマンで行くわ、はい、見に行くわ、はい、ミルキーさんはでも動かすには何かと大変なんちゃうかみたいな、まあ、ちょっとギャラはいると思う。そうですね、うん、それは当然いるけど、うん、まあそんな高くはないと思う。試合するわけじゃないから1時間だけ来てもらうとかやったら、うん、全然それぐらいは、うんうん、あの吉野さんを通して話すれば、うんうん、そんな無茶な値段も言うてけへんと思うし、まあ刀で取ってもいいし、まあ、こっちがどっかでやってもいいし、うんうん、まあゆくゆくはね、それこそ、まあ、あの恋する、うんうん、ダンスとかいろんなとこでほんでね、いろんな映像を組み合わせて、ね、俺も踊ろう、踊ろう、はい、まずねその注意事項で麻酔が禁止ってまず第1条麻酔が禁止でそれあれやろ、後で消しといてパンドラにすんだよちなみにね、パンドラじゃなくてラプラスです。あ、ラプラスいつか言わなら思っててパンドラやと思ってた、うん、ラプラスです。ラプラス、ね、ラプラスの箱。うん、じゃあ待って、俺これこれ、ね、これクーポン、クーポン、あ、全品 10% で売んねやろ。 10% です。そうそうそう、26日から29日、このね、3日間で全部値段がもう 10% 引きです、ブラック、2021と、ね、クーポンコードで入れてもらったら、ね、この期間の間 10%、 10% 相当でかいんで、ぜひよろしくお願いします。そのうち新商品も今ね開発してますので、よろしくお願いします。今は何が一番の売りなの。ちょっとマスクちゃいますかね。僕ね、マスク、基本的にショップって、僕はあの、みんなのことっていうかは、自分が好きなものしか売ってないんですよ。だから全部好きなんですよ。全部が好きだけど、その中でもマスク。マスク、うん。だから全部シュッとしてるでしょ。T シャツとかもこれレディースでしょ。これ僕レディース好きやからレディースなんですよ。あ、そっかそっか。だから全部自分が好きなものしか売ってないんですよ。だから全部がもう思い入れがあって、なでこれを全部俺が好きなものを全部提案して、あのスタッフに全部提案してやってもてんねん。これ出してく、出してく、まあ、10%オフ、10%オフ、よろしくお願いします。はい、さあそしてもう一つ、はい、で音楽でつながろう、通貨のよかった探しでというわけで、これ、ね、なんどこれは、これはですね、最近ねお世話になってるですね、四条縄手というと、まあ、大東なんですかね、四条縄手は四条縄手市、四条縄手市ですか、ね、まあまあどっちも大したことないよ四条縄手の悪口はダメですよ、全ては四条縄手、ね、そうそう、ここはねお世話になってるね、クレヨンリンクさんっていうところ で、 ですね、これ何やってるところなの。これはね、一応ね、その障害施設で就労のことやってたりとか、あ、まあ介護、あと、なるほど、そういうね生活のことをやって、障害者支援みたいな感じでそうやってありますね、はい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 、そこで何個か建物があるんですけど、うん、そこの、一つの、まあ、事務所のとこなのかな、うん、そちらの方で、お話し会をすることになりまして、はい、なんかイベント的な感じ。これね、一応イベントの方なんか喋ってくれって言われて、一般の人も行けんの、これは。僕ね、実はね、よく知らないんですけどただね、ズームって言われたんですよあー、でもなんかほら、事務所って書いてるから、事務所プラスズームやから現地にも行けるっぽい感じ。まあその辺はね、一回聞いてみます。ちょっとそれの情報として欲しいな、ね、まあ、一応コロナ対策で多分ズーム、まあ、気はするんですけど、プラスいうことは一応事務所もありなんですかね、うん、あ、でもほら、参加方法会場ズームって書いてあるんで、下よう見てありますね、うん、これが大人ですよ。これいけんのかな、俺も行こうかな、ぜひぜひ来てください、うん、はい、もうあの嘘つけ嘘つけ営業妨害営業妨害ってそうそうそう、なんかね、で当日はね、最後にね、その音楽ワークショップ的なこともちょっとやろうかと思ってますので。音楽ワークショップな、弾いたり歌ったり。いや、ね、音楽の面白さはですね、例えばですよ、まあ、簡単に言ったら、じゃあ、好きな人森のくまさんとかでしょ、うん、ね、あれを演歌風にも、ポップ風にも
実はコントロールできるんですよ。手拍子だけで動けるんですよ。この2、3、4、4回叩いてる、うん、この4回叩いたうちの1回目と3回目叩くと円が始まるんですよ、うん、そうなんや。あのそうそう、でこの2と4にすると J-POP みたいになるっていう、とかね、まあ、そういうのね、あのそれを手拍子とかみんなさんでコントロールできるよっていう、あそう、さらに倍とかにしたら「ある日どんどん乗り物だった」って、これまあ 2-4 の場合とかね、それで何も変わってくるし、その叩き方でコントロールできますよ。結構音楽詳しいな。たまに言われるんですよ。ミュージシャンに言われるの。たまにしか言われへんところでみんな言えへんもん。プロやんみたいな。すごいな、そんなことできんねや。そうなんです、そうなんとかね、まあ誰でもできるボイスパーカッションの、あのやり方とかね、まあ、そういうのをちょっとやったりしながら。でもね、そのリズムの叩き方で、取り方で曲をこうね、外部から変えれるってのはちょっと面白いですよ。すごいな、うん、そんなことできんねや。だからそういうこと、今風のね J-POP とかバーッと歌っても、うん、会場におじいちゃんおばあちゃんばっかりいたら演歌みたいな感じですよ。へえ、もう、ま、うん、マセガさんの好きな歌でも全部こっちでコントロールできます。あそう、マジンゴーマジンゴーマジンガーって、これ一音ずつやけど、マジンゴーマジン、これ二音、うん、あそう、すごいな。そうなんですよ。そうかね、それも叩き方でコントロールできますよと、まあそういうのとか面白そうやな、まあ、ワークショップでちょっとまあやったりとかしようかなと思ってますので、ぜひ12月5日ですよね。よろしくお願いします。2時間です。ね、2時間だけど、まあ、最初1時間喋ってみたいな質問コーナーあって、ワークショップみたいな、多分そんな感じになると思うんですけど、そうなんです。で、これね、この後に、実は12月のですね、どっかで、この、施設が、中心となって、その複数の施設、別の施設ね、そこと連携取って、通行王子が、こう、練り歩くっていうイベント。すごいよ。この流れでそのままなるわけ。大丈夫やな。大丈夫やけど。いや大丈夫やわ。ね、そういうのもですね、12月は結構あったりします。それでよろしくお願いします。よかったよ、年末に金稼げるやんこれで。でもね、この流れになったのが、僕その横浜でその雑誌、なんか冊子に、そのがんの話でね、命のテーマ、まあまあ、そうなんですよ。それがね、もうね、あの出てるらしいんですよ。で僕まだ手元にないんですけど、そうそうそう。で、その話をした時に、まあ、こういう話につながったっていう話。やん、そんなの出たら。ぜひよろしくお願いします。治療費払えるやん。何料費？治療費。治療費ね。まあ、そのためにはグッズが売れてのね、入院費、手術。もうこれ、こんな行き出して、もうグッズ、もうやめ。何もがないのよ。いやいや、ちょっと頑張っていこうかな思ってます。うん、そうなんですよ。あれはレトゲーブ、レトゲーブはですね、まあ言うていいと思うんですけど、今度11月22日この時にな、うん、ってるか分からないですけど、まあその日にですね、一応まあ収録という形で、あ、生じゃないのも、生じゃないです、収録して、で、ある程度その後ずっと見れるもんな。そうです、アーカイブで。そうなんです。でその日にですね、いろいろ、まあ、あのいつ放映、あの、なんですか、出すか、うん、配信するかというのは、まあ、決めて、まあ、やっていく感じですね。なるほど、なるほど。はい。見てるよ、俺。あ、見てるじゃん。レートゲームじゃない。あの、ゆきちんとやってるやつずっと見てるよ。マジですか？ずっと見てるよ、俺。音楽、好きでしたっけ？分かれ。いや、音楽は好きやねん。分かれへんけど好きやねん。あ、うん、でも、なんか音楽っていうか、おー、なんつうか喋っとるな、思って見てんねん。いや、ちょ、音楽や、言うてんの喋っとるな。いや、でもね、次、ね、まあ、今週末ですわ。に、うん、あ、今週か、あのね、19、じゃあ20日か、20日か21か、なんかその辺に、まあ、撮りに行くんですけど、うんうんうん、あの頃ミュージックを、うんうん、次、増田さんも大好きな、もう多分ここでやっぱ言うてもいいと思ってるんですけど、うんうんうん、TM やりますよ。デボレーション。はいはい、言うてもらってます。増田さんも好き言うてんのに、あんな立派なもん持ってんのに。TM ネットワーク。あれもちょっと、マジで今回のテーマがですね、まあ、読書ということなんですよ。じゃあ、なんで読書で TM かって言ったら、あ、ユンカスカムヒア。記念参加会で本。あー、違う。あのね、僕あっちの方セブンで、あの、7日間戦争。7日間戦争の。ああ、そうだ、オサムさんのね。ああ、角川で。角川です。うん、うん。まあ、読書でつながりで遊ぶ。そうそうそう。今多分見てて TM 好きな人はおーって言ったと思うね。ヨンカスカムヒアって言ったから。ほんまですか。キネさんが書いてる。キネさんの小説本書けはんねん。へぇー。あのキャロル、あれ、はい、キャロル、はい、キャロル、キネさんがやったり、はいはい、そうです。まあだからね、それがほんまに、日曜日やったかな、
それは生じゃないねんな。これ生です。あ、それはこれ生なんですよ。21日やんな。な、日曜日だ、21やで。え、21か、え、ね、20が20が土曜日。20が土曜日。21が日曜日。ね、23が祭日。23が祭日。ズバリ言いますとですね、21の日曜日でございます。何時何時？15時でございます。お、いけるかも。よっしゃ！午前中、松日が長男の、今回ね、はい、でも昼で1時ぐらいに終わんねん。帰ってきたら見られるな。いやもう、俺めっちゃコメント入れてごめんな。入れてください。入れてもいいコメント。全然いいです。TM の、やつやります。まだ、ゆびちに言われんで、ね、メロンパンみたいな。メロンパンみたいな。最近生で見れてないからな、全部後から見てるからな。あ、まあでもね、ほんまにこの話もあれなのかもしれないですけども、これも多分そのうち収録にやっぱしていこうと思ってます。うん、そっちの方がね、何かと。俺、なったかな、めっちゃコメント入れたかったやつあってんな、一個。リアルタイムと絶対入れてるわっていうのがなんかあってんな。ツッコミどころな感じですか。いや、なんか分かれへんとか言ってたやつやったかな。ね、俺はもうこれめっちゃコメント入れたいっていうのが夜中に見てて思ってん。分からへん。あ、忘れた、もう一回見よう。分からへん。分からへん。まあ、我々分からへんことだらけですよね。いや、何やったか忘れた。あ、でもちょっと今度は3時やな。3時です。うわ、もうそれ絶対見よう。21日のですね、3時。TM やろ。TM です。でね、ゆきちんも、だから結局読書にまつわる、カバーをですね、うんうん、それぞれが1曲ずつやって。な、曲はセブンデイズ・ウォーの曲をいくねんな。もう もうここだけしか言わないです、ね。なるほどね、はい。僕は実はそれでいきます。でもね、リクエストでほんま結構あったんですよ。あのスプーンおばさんやってくれとかね。あれももともと本ですもんね。そうそう、本。あの本でテレビでアニメ見てた、俺。見てました。スプーンおばさん見てたね。ああ、楽しいですね。あれ歌ってるの誰かします？え、知らん。もうでもね、松井さんは知ってる人なんですよ、実は。もう松井さんも好きな人。きっとそれやったら肩の証拠。ちょっと待って、ちょっと待って、俺見たことある。あの松井さんが好きなアニメのオープニング、あの歌歌ってる人ですよ。今度分からんわ、誰やろ。誰、あの、うん、いあの、ま、マクロスっていうのか。あ、リミンメイのやつ。リミンメイの、飯田マリーやったっけ。飯島マリーか。飯島マリーさんのが歌ってるの。あ、そうなんそうなんですよ。とかね、確かにめちゃくちゃいい曲なんですよ。だからやっぱ、めっちゃ見てた。うん、ゆきちんとの、あ、そうか、でも生じゃなくなったらリクエスト大会とかできへんのか。でね、そうそう、だからリクエスト大会はリクエスト大会でもちゃんと会として作ろうと思って。あ、でも今いくつかもうストックいただいてるんで、あ、それをやろうかな。ちょっとリクエストやってほしい。入れたいわ、俺も。嵐の中で輝いててちゃんと入ってますから。はい、はい、入れたね。そうそう、ただあれをゆきちんが歌ってくれるかっていうところですよね、女性なんで。あ、そうやな。知ってるかな。いや、知らんす。知らんわ。それもだから、どんだけ説得できるか。知らんな。そうそうそう。あの、ほら、あの子、月1回なんか、京都かどっかでほら、投げ銭ライブやってるやん。やってます、ワンマン。そうなんです。あれはどこでやってんの？あれね、長岡京、ウッドストックという。遠いな、ほんなら。前回僕、ゲストで行ったんですよ。あ、マジ？そうなんですよ。ああ、帰ってた。そうなんですよ。久々にああいう音楽の箱行って。せや。ちょ、1回、あ、でも遠いな。近かったら見に行こうかなと思うんだけどな。1回見に行きたいねんけどな。あ、でもね、これ言うていいか分からんけど、12月また香川県であのクリスマス特番みたいなのあるんですけど、うん、番組ね、お先にどうぞ、はい、うん、おそらくやつらが来るんちゃいますか、はい、ゆきちんがとかね、すごいな、かもしれないですよ、分かんないですけどね、はい、まあ、ただもう全部ホテルとか取ってるからもうどうか分からないけどね決まりやね。あ、そう、まあ、僕この番組は特別やから、ありがとうございます。そうか、でもあれな、もうコロナもなあ、ある程度収まってきたからさ、まあそうね、コロナも行きやすくなって、そうですね、なあ、あれね、実際、うん、どんどん減ってるじゃないですか、うんうん、あれほんまに減ってるんですか、あれは減ってると思うけど、まあ、減ってるは減ってるかもしれないけど、うん、あんだけ極端に減ってるもほんまなんですか。俺な、あの数は実数やと思うね。あんなん絶対バレるから、うん、だって保健所の人間とかさ、はいはい、病院関係の人間が今ツイッターとかでほんまうちこんなにおんでとかって終わりやん、はいはいはい、俺な、やっぱ検査数がどこまでやってるのかなって思うね。あ、そうですね、結局そこですもんね、検査数次第やもんな。もうみんなワクチン打ってから検査せえへんやん。っていうことは減ってるのは減ってると思うね、はい、表に出るのは。ただ、はい、検査してないから少ないっていうのもあると思う。だって俺もワクチン打ったけど、2回でもうち妹アメリカも3回打ちよったで。だけど俺2回打ったらもう検査しようなんて思わへんやん、そもそも。え、でもあのブレイクスルーとかどうなんですか。まあ一応あるけどな、うん、そやけどそこはなんか人事みたいになってるからさ、うん、うん、ってなったら単純に検査受けてへんような気がするんだよな、うん、だってもう2回目打ち終わっても7割ぐらいになってるやん、うん、
18歳以上やったっけ、15歳以上やったっけ、はいはい、残り3割やん、うん、この3割のうちの1割以上持ったやろな多分。これは打ってないんじゃなくて打たない人やから、うんうん、って考えたら打ちたい打とう思ってるけど打ってない人でも1割おるかおらんかぐらいちゃうかなと、うん、まあ、病気とか治療で、うん、ってなったらその人が検査対象になってくるわけやん、おおむね、うんうん、ってなったらそれは減るわなと思う。だからかかってるやつはもっとおるかもからな、うん、そうですね、出てないだけで。例えばそれがこれからの GoTo であるとかなんかのために減ってるとか、うん、そんなことはないんですか別に。もう今更でもその操作はできへんと思うで、うん、だってそれに携わってる人らが要は内部告発みたいな感じでさ、うん、言うやん絶対、うん、全国の医療関係とか保健所関係の人の口は止められへんと思うわ、うん、だから改ざんしてたらもうアウトやからな、それはないと思うわ。ただ検査してないっていうのはあるわな、うん、俺その可能性が高いよね、はいはい、まあまあでもそうです、ま、だってそれで前もねいろいろやってましたもんね。そっちは十分ありえると思う。その何でもよく知ってる増井さんに僕いっぱいいろんなこと聞きたいんですけど、うん、なんかそれも僕も実際分からへんんですよ。いろんなとこから聞いたこってから分からへんけど、うん、政治家があんまり売ってへんみたいな話はあれは本物なんですよ。マジで知らん、売ってんちゃうの政治家はもう全然ほとんど売ってへんみたいな。自民党の維新とかみんな売ってるけどな。売ってますかって、うん、あ、なんか売ってるんですね。売ってる。ただ遅かったで。だって10月末とかに今日2回目って売ってる議員おった東大阪、SNS 見とったら売ってると思うけどな。あ、そうなんですね。でもその自民党の偉いおっさんとかってわからんわな。売ってないかどうか知らんで、うん、ただどうかなって感じだな。もしかしたら売ってないんかな。俺は売ってると思ってた全員も。どっちかというと国会議員とかが優先的にさっき売ってると思ってた。なんかもう話ではもう議員様全然打たへん、なんでやみたいなっていうのがよく聞いた。なんでなのな。今はもちろんですけどね。まあまあまあそんな時事ネタも入れて、時事ネタなんかね僕最近面白いこといっぱいあるけど、まあカメラの方が言われへんけど、いろんな話じゃないですか。あの何や何か分かれへん、あ、ハモハモマハモの問題とかね、まあマハモの問題とかね、何何何、あ、まあまあまあ、もうそれも映画よりも最近面白くて見てますけど、まあ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 いいです。そんなん言うてたらもうね、これ見てください、これ。もう1時間20分や。やばいっすよ、もう1時間で終わらせなんで、ダメなんですよ、これ。今日はガンダム広げたな。ありますね。うん、キーズと広がっとったな。よう途中で告知入れたもんやな。いや、これやっぱ入れててよかったですね。ふと入れない、まずいな。もうこんな時間なんだ、全然気にしなかった。ちゃうの、もうが、なんかな、前回の放送の後からさ、うん、はいはい、この番組がやりたくて知らなかった。どうしたんすか。なんか、まだかな、まだかなってで。うん、他の番組だとなかなか好きなこと言われへんから。いや、でも分からへんね。多分俺の細胞が通行を欲してたんかもな。もう一回言うけど、もう言えへん、もう言えへん、言いませんね、うん、でもね、なんかね、好きなこと言えるし、聞けるし、あ、なんか ね、いろんなこと教えてくれるし、まあ、楽しいね。楽しいですよね。楽しいね、うん、やっぱ楽しくないと。あの頃ミュージコン楽しくないの。なんでそれを引き合いに出すの。俺は全部楽しいですよ。楽しい、うん、でもね、やっぱ何が楽しくない、この番組が何が楽しくない。いやいや、あのね、ちょっと、まあ、UC って言うなら、うん、この番組ってあのイレギュラーというか、その自分の中では全部なんだかんだで音楽全部絡めてるんですよ。あ、そっか。でファミコン番組とか昔もやったんですけど、そこに絶対音楽入れてたんですよ、うん、あ、ファミコンに低音入れたりとかね、ファミコン音楽にね、うんうん、この番組だけちゃいます、ただただ喋るって。うまいな。だからね、それが僕の中で斬新なんですよ。あ、そうなんや。自分の中のやっぱ自分で勝手にやっぱ価値自分で決めてる部分もあるんですけど、うんうん、俺音楽なかったらこれちょっとなんかただのおっさんやないかみたいなイメージがあるんですよ、やっぱり。もちろんね。あ、そう。やっぱ音楽でずっと命かけてやってきたところがあったんで、うん、だからすごいありがたいです。で俺は通行は、じゃあ通行が音楽してるとこってよう考えたら、うん、俺野崎プロレス以外見てないね。それすごいっすね。あ、ちゃうわ、あの水道管のおっちゃんと。でもね、そう、ユートピア、それもね、結局野崎プロレスのその水道のあのね、あのね、平田さんのやつも、うん、僕サポートなんですよ。あ、そっか。ただベース入れるだけで、僕ほんまシンガーソングライターですからね。自分で曲作って。一緒。どの口どの口。これこの口が言いましたよ今。まあ俺は車の中だけやけど。そう、いや俺通行のライブな、ちょっと手動くようになったらな。そうですね。なあかんな。僕ほんまはだって映像を使ってやるんですよ。陣内智則みたいな感じ。まあでも言うたらそういうことですかね。うまいな。
まあ言うたらそういうことですよ。映像でライブするんですよ。でもあの動画はほら、ツコのホームページあるやん。はい。ツコツコ。はい、ツコツコ。ウェブページ。ウェブページ。あれで動画何個か上がってるやん。ああ、それ映像つけながらやってます。映像ちゃうかったかな。なんか俺見たことあんねん。ツコがスクリーンの前で歌ってるやつ。うん、あ、そう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 。まあまあ言うたらそういうこと。俺赤かオレンジのチェックの買ったシャツみたいなの着て、はい、歌ってるやつ。どこですか？うん。赤、へえ。赤かなんかチェックみたいな、うん、白と赤か、うんうん、白と鮭色くなんか。鮭ってもうちょっと言い方あると思うけど。サーモピック。うん、サーモピック。おお、おしゃれ。サーモピック。最初からそういうみたいなのに、ちょっとボケを見てね。くそ。でもなんかどうそれでは見たことあんねん。あとなんかほらプロモーションビデオみたいなのは何個か見てる。プロモーションビデオ？なんやろ。え？そんなないっすよ。いや、俺何で見たんやろ。プロモーションビデオ。かな。ホームページちゃうな。なんか動画見たで俺。プロモーションビデオ。なんかライブじゃなくて、なんか作った映像。え？で、なんか歌ってるやつ。え？プロモーションビデオ。あの前の CD はで動画入ってないな。前の CD。CD は CD ですよ。ちょっと見とって持ってくるわ。え？ CD に動画って、CD は CD ですよ。え、CD の中に動画なんか入れれるんですか、むしろ。DVD みたいにしてた。いやいや、それはもう CD です。あ、それは CD ですよ。これ動画は入ってないの？入ってないですよ、CD ですよ。ありがとうございます。お金。ね、ちょっと重なるけど。ありがとうございます。うん、俺何で見たんやろ。え、YouTube は出してない？俺も動画何本か見たぞ。ホームページに動画載せてなかった。前のホームページかな。前のホームページ？前？いやもうずっとあれですか、ね、きれいなる前一回ほらリニューアルみたいなしてんやん、はい、去年か一昨年ぐらい、はい、あれ俺何で見たんやろ。いや PV なんか多分ないと思うんだよ。 PV っていうかどうか分からんけど、うん、作った映像で音楽とかあとなんかバラードみたいなのをステージちっちゃいステージみたいなところで、うん、歌ってるやつも見たぞ俺動画。若いなと思って見てて、うん、まあでも多分基本的に多分僕じゃないんじゃないですか、ね、じゃあ上げてんのが。あ、そうか、それはあるわな、可能性。俺でも何本か動画見てるで。あ、ほんまですか。うん、でも生でって言うと俺野崎プロレスとユートピアしか見てない。でもそれ両方とも歌ってないですからね。ほんまやな。あとはそれからあの頃ミュージックや。あの結局生ちゃいますね。まあまあ一応な、うん、歌ってんのも、うん、ほんまや。俺の中でまだツーコミュージシャンになってないわ。まずネタさんの喋りですよね、うん、ほんこれがメインって感じですか。ツーコは司会者。僕喋りほんまにずっと苦手やったんですよ。あ、そうなんや。もうほんまにもうほんま最近言うとも最近ツーコはと一緒に組んで喋ると喋りやすいもんね、やっぱりな。いやで僕もほんまにもともと喋りの人でも何でもないんで、もう喋もうね、あのカメラあるともう頭真っ白になるタイプなんで。あ、そうなん。そうですそうです。ライブとかでもそうやったんですけど、マイクの前とかも。あ、そう。そうですだから全然喋るんですから。王子から慣れたもんじゃないです。僕はそのキャバレーで働いた時に急遽 MC へえ喧嘩して泣いて帰らはったんですよ、あの MC のお姉さんが。あ、そうなん。裏で揉めて、そんな支配人が通行の時で、その時キャバレーで音響を証明したんだけど、ちょっと関口っていうんですけど、関口君ちょっと MC やってくれへんかって。あのキャバレーとかってあのショーがずーっと続くんですよ。でそれで司会がいいんともう成り立たないんですよ。あ、そうなん。絶対司会いるんですよ。これもユニバースへようこそお越しくださいましてっていうのから行きましたこうでって言ってどうぞっつってやらないともうショーが始まらないんですよ。いきなりやってできたん。いや、たまたまだから僕はだから音響やから、まあ、見てるじゃないですか、うん、そういうスイッチ入れたりとかボリュームも全部やってるから、もう見て多分支配人が来たと思うんですけど、それ別の話ですからね。もうでももう多分誰もいなかったんです、多分 やれる人が。だから多分ユニバースでキャバレーで初めて多分男性の司会だと思うんです。女性やったんや。もう全部ずっと女性です。なるほど、ね、そうなんですよ。まあそこからですね。なんかツーコやっぱしゃべどうしようかな。野崎プロレスの MC で会うたやん最初に。そうですね。あの番組やったやん、うんうん、そっから入ってるから、はいはい、しゃべりの方のイメージ、だから司会者のイメージが強い。いやいや、もう司会なんてもうおこがましいですよ。もう ただのほんまにただのしゃべり、うん、徳光さんか通行か。え、いくら欲しいんでしたっけ。いくら欲しいんですか俺。とりあえず腹いっぱい飯食わしてくれ。いつも食うとる食うとる。まあまあそうなんですよ。だからまあ音楽のね、ぜひね。そうそうそうやな。だからだって俺なんかもただの人やからな。
言っちゃいますよ。マスクかぶってるだけで。テレビ出るわ、マスクかぶるわ、プロレスのとこで喋っとるわ。でもあんなも素人として喋ってるからな。いや。マジでマジでほんまに。ええ加減なもんやでほんまに。でももし仮にそうやとしたら、それって理想やと思いません？仕事しようとか司会になろうと思ってやるんじゃなくて、全く思ってないな。素人で遊びみたいな感じでいつの間にかリングに立ってるんですよ。これって理想ですよ。そう。理想ですよ先生。あ、そうなの。そりゃそうですよ。全然そんなやるつもりもなけりゃ、マスクかぶってるからまあ立った方がいいかなっていうぐらいで、マスクかぶってるからカメラの前で喋る。そうですね。喋ってる。いやそれじゃすごいですよ。理想ですやん。そうやって、ね、人生勝手にふわって進んでいったらもうみんな最高ですよね。全然稼いでないけどなマスクで。そういうこと言うてね、これねカメラの前からそうだけど、もうだってもう4年ちょっとぐらいなんのかな、4年ぐらい、いつからやってんのやろこのマスク。4年ぐらいになると思うね、うん、まあいろんなほらイベント行ったりさ、プロレス行ったりなんかしてるやん、うん、今までで全部トータルして、うん、いや要は出演料みたいな、うん、でモータンって、うん、去年のクリスマスの大東の緑府館高校、うん、で交通費ちょっとまあ、1万円もらってんけど、うん、あれだけでね、地下にあのフェラーリとか隠してるんですよこういう男は。トミカやろ、トミカ。ほんま俺交通費も持ったことないで。マジっすか。一回もない俺。嘘や。マジでマジでお金持ったことない俺、まあ、これでいろんなとこ行ってるけど、でなんぼいんのって言われたらいりませんって言って、そうそう多分そうだなと思ってます。なんぼいりますって言ったら、だから半日以上なったらお弁当一個ちょうだいって言うね、うん。でもそれはやっぱこれはやっぱ自分自身でもやっぱ楽しんでやってる、まあ、それもあるし、理由は2つあって、はい、1つは、うん、まあ、マスクとで何かやってて、まあ、それがバーチャルシティとかさ、うん、コセポリアスとかいろいろあるやん、そこなんかそこの短期的に物事考えてないから、うん、そこで5000、1万円儲けるっていうよりはもう宣伝、これ出ただけで宣伝になるやん、まあ確かにね、っていうのが1つと、もう1つは、うんうん、この程度の喋りで金はもらわれへんなと思ってる。マジすか、これでもらったら芸人に申し訳ない、芸人というかあのプロでやってる人らってさ、いろいろ見たら、それ事務所入ってさ司会業やってる人って言ったら2万3万とかさ、やらやっぱらしいねんな、聞いたら、俺知り合いにも司会者の人おるんだけど、だけどフリーの人とかさ芸人さんとかさ1日やって5000円とか3000円とかの人おるわけやん、俺がそれで1万円とかもうたらあかんで、そらあかんで、その人にの価値でっていう感じじゃないですかね。でもな、実際問題さ、うん、主催者は中身の質見て金払ってないやろ、うん、1回読んだらこれぐらい払うとかなんて払うやん、この人やっぱすごいな払うとかじゃないやん、うん、まあ、1万円ぐらい払うといたら来てくれんちゃうとか、うん、それとはその人らの仕事を奪うわけや、なんか無料やったらいいし、うん、だって言うたらおかんの飯金払うて近所の子に壊してんのと一緒やん、食べ物屋さん行ってプロの食べ物料理人が作った料理は800円とか1000円払って昼飯食うけど、うちのおかんの飯近所のやつに800円取って飯食わしたらちょっと待てよってなるやん、その感覚やわ。まあでも向こうがこのご飯、おかんのご飯美味しいからこれ800円の価値があると、うん、あもうただの保育園っていう、あ渡されてもまだそんな金とかいいから食うたらええやんって言って、だっておかんはプロの料理人じゃないから金取って食わすもんじゃないやん。でもこれいい話は全部もうカットまたまた全部もう今5分ぐらい多分これカットちゃいますけど、カットかカット覚えて、あのこのレイヤーのさ、うん、動画のレイヤーの、うん、特にメモリバー合わすやん、うんうん、キーボードの S 押したらそこでカットになる、今更ですか、綺麗にずっとカットの作業から逃げてて俺は、でこの間ちょっとどうしてもせなあかんかって、はいはい、調べたら、うん、えメモリ合わせて S を押すだけでそこでプチって切れんねやと思って、なんて簡単な、それ何のソフトですか、AVI ユーティリティやったかな、え、ソフトに関係なく S で全部切れるんですか。そうだからほらあのレイヤーあるやん、はいはい、ありますよね、動画音、はい、画像とかあるやん、だそのタイムラインブワーッとあるやん、うん、だその場所この場所って設定するやん、はいはい、うん、そこでキーボードの S を押したらここで一旦ファイルが分割されるねん、ハサミマークじゃなくて、じゃなくてそれでプチって切れんねん、こうつ一本の繋がってるものがここでパカンと割れんで、はいはいはい、切れ目入って、はいはい、で例えば1分、うん、こっから1分こんだけカットしたかったら、うんうん、1本の動画のファイルのここで一辺 S ボタン押したらプチって切れんで、うんうん、で1分後のとこまた S って言ったらプチって切れて、はい、3つも、はい、でこの真ん中を選んでデリートしたらポンって消えるからこれをピッて寄せたら切ったことになる、うんうんうんね、ただこの作業が何よりも大変なんですよ、ほんまにあのね、長いのを短くするっていうのがむちゃくちゃ大変、いいこと教えた、長いのを長いまま公開する、これがこの番組の醍醐味でございますよ。
そう、うん、でも結局そうなんですよね。でだから僕はなるべく1時間で終わらさなあなと思ってるわけですよ。もうほら1時間半あれさっきあれ1時間22分やってさ、でもうやばいなって言ってたでしょ。で10分喋ってやばいなって言ってからまた10分喋ってた。通行が司会やか音楽かどっちかっていう話と今の俺のちょっといい話で10分だね。でもやっぱおもろいですね。時間を忘れるってすごいな。そうか。だから僕見たい人だけ見たらええねん。うん、なるほどね。見てもらうために見つかするとかどうするとか、うんうんうん、そんなんいいねん。マニアックにな。おどんが、おどんそういうとこ。うん、そう思います。ああ、一回一回。おどんもありがとうございます。おどんで聞かれることもないけどな。まあまあ、本当に今日はない、もう告知もれない。いや、もう大丈夫です。はい、大丈夫、大丈夫です。これももうない、ね。大丈夫ですか、大丈夫ですか、このマスクはもう売らなくていい。もうこれ、もうあと5、6枚しか全部売れてないね。あ、でもそれはすごいですね。5、6枚俺も、これ、俺自分でも1年前から毎日つけてるから。もう今4枚ぐらい。4枚目ぐらいかな。うん、で、何やかんや買ってくれて、50枚ぐらい作ったのかな。はい、もうない、あと3、4枚あるかな。どうかなっていうぐらい。だって、布施プロレスとかでもやっぱつけてるし、ね。ちょこちょこ売れてるしな。この T シャツが結構余ってるんだよな。まあ、もう冬やん。そうね、もう来年やな、また。このデザインのままで、パーカー作ったのも、マシュ。パーカーいいですね。でも、もう売れへんと思う。俺が着るだけ。なんでなんですか俺よ。ああ。俺欲しいなと思って。このデザイン気に入ってんだよ。結構みんなに言われるの、これいいデザインやな。はいはいはい。裏のね、郵便番号とかね。そうそう。このまんまで1着だけ作ろうかなと思って、パーカー。うんうん。自分用に。またね、これでちょっとこれ欲しいわって言ったら、あげへんあげへんねん。売れへんとか、うん。色は白はいいんですか、白がいいかなと思って。え、この色わかんないんすか、いや、これが目立つために、ちょっとほら、真ん中にこれが入るから。そうか。そうか、スバックの方がいい。まあ、裏は濃い、前の T シャツも今ここないけど、紺色のやつでもいいねんけど、うんうん、まあ、白がいいかなと思って、パーカー。いや、でもいいですね。ジーパン、明日ジーパン履いた時に、上着が白の方が、バランスいいねん。真っ黒のね、心がこれでね、ちょっとバレますけど。おどん。はい、第11回目でございますね。はい、11回回りました。はい、回というわけで、今回ですね、まあ、今日次は第12回でいいのかな、次第12回ね。ちなみに次回やることってなんか決まってましたっけ、そろそろあれな、中高スーパーストライク伝、お、行ってくれますか、行く方がいいんじゃ、わかりました。でもあのお宝のやついつします、ちょっと待って、俺今いらんこと思いついた、いらんこと思いつきました、何でしょう、これ言うたあかんな、どうしようかな、え、言うたあかんのに、なんで言うたんですか今、いや言うわ、言うてください、あのさ、はい、紅白歌合戦って NHK やるやん、紅白毎年やってるやん、やってます、ね、で桑田佳祐が一人って紅白歌合戦やってるの知ってる、毎年、ああ、なんか何年も、はい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 、ここで二人で紅白歌合戦曲を歌い合いして、うん、ここで私が通行の紅白歌合戦みたいな、うん、ここで曲あかん、うとたあかん、よう自分から言うたな思って今なんか僕いや、だからそこやねこれ、はい、前言うたことあるやん、マスクと東大阪はもう別人格に、俺としては、はい、イベントプロデューサーとしてイベント組む時、はい、パーツやね、はい、だから、はい、プロデューサーの顔が今出てもらえ、あ、なるほど、プロデューサー的には番組的にはここで2人で紅白歌合戦とおもろいなと思って、俺は全然いいですけど、でも我に帰った時に、うん、半分俺が歌わなあかんやん、そうです、半分俺がこれはあかんかった、葛藤や、うん、これはてか出役とプロデュースの葛藤よ、うん、いやでもそれすごいっすね、おもろいな思って今あかんわでも面白いってことですもんね、おもろいと思って今俺、おいやいいっすね、いやでもこれあれあげるわ、あの頃ミュージックにあげるわ、なんでやなんでや、2人でやって、あ白組赤組で紅白歌合戦3時間ぐらいやってや、なるほどなるほど、わかりました。紅白歌合戦やって。あ、でもそれいいかもしれない。でも実際面白いと思うよ。確かに確かに。その今年売れた曲でやると NHK と被るから、通行は通行で男性の思い出のある曲、ゆきちはゆきちは女性の思い出の曲で、例えば5曲とか7曲とか、まあ、10曲でもいいけど、うん、お互いに紅白歌合戦やって、見てる人に投票してもらうとかさ、赤組白組どっちが勝ちみたいな。はいはい、でまた次この勝負は来年またやりましょうみたいな。なるほどね。うん、それ収録でもできるんですかね。収録やったらもうコメント欄でひいきってやるかやな、でもそれ生の方がいいな、そうですよね、だから大晦日は NHK にぶつけたよね大されたことを桑田佳祐ぶつけとんで、まあそれはね、これは桑田さんやからですよ、通行王子やろ、王子関係ない、その王国王国ね、キングダムや、キングダム、通行キングダム、通行キングダム、頑張る
と思ってますけども、うん、まあまあまあだまあでもひょっとしたら気が変わって、この番組で紅白するかもしれない。何まあ上げたそれ。上げた。まあ上げた。京都に上げた。聞きましたか。次は、うんうん、スーパースター列伝かそのお宝か、うん。お宝ね。どっちかにしようか。うんうん、了解です。な。わ、うん、かりました。よろしいですか。じゃあもう今日はこのぐらいで。はい。もう1時間40分になるでもうすぐ。はい。じゃあ、ね今回もね、麻酔がつこの、終わりの回第12回は、東大阪特設スタジオよりお届けしました。今日は11回。あ、そうそう、あ、そう。今日11回で、次が12回ね。はい。ということで、またじゃあ次回12回にお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしく。よろしくお願いします。はい、お疲れさん。よーしゃべった。よーしゃべった。ほんまにおしゃれかって晩ご飯食べよう。歯も磨いて、歯も磨いて。